はい、こんにちは。レックス専任講師の矢島です。本日は会社法を、ね、ちょっと題材にですね、ちょっと基本知識インプットしてから簡単な問題を用意してますので、そちらでこう論文の、ね、ちょっと答案の書き方なんかをイメージ持ってもらえればいいかなと思うんですよね。で、最初にまずテキストの1ページ目のところなんですけれども、最初に、ね、ちょっと基本事項を確認するにあたって、重要度に、ね、応じてちょっとこう記号がついてます。で、特にこう丸の、ね、黒丸ついてるところってしっかりとこう、ね、理解記憶してもらえるとね、後々、答案にそういうこと書いたりしてね、いい答案作れるようになると思いますのでね。で、ちなみに白い丸がねついてるところ、こう中開けていくと出てくるんですけど、そこはこうガチガチに暗記するっていうよりはこう読んでね、理解できる程度にね、こう復習してもらえれば、その黒丸書くときにね、こう役に立ったりしますので、そういう感じでやってってもらえればいいかなと思いますね。じゃあ中身の方入っていきましょう。2ページからね、いきますね。で、これね、今ここに書いてある情報ね、まだ今覚えてないっていう人はなるべくこの場でね頑張って覚えるようにしてみてください。で、この知識の一部を使ってこのあとね、後ろの方に論文の問題ちょっと用意してるんですけど、それをね処理することになってきますのでね、なるべくこれをちょっとね今頑張って覚えていってほしいなと思うんですよね。で、ちょっと気楽に最初いきましょう。まずこの第3章で、これ私の即死インプット講座のねテキストからちょっと引用してるので、ちょっとこう章とかね、あとナンバリングがこう別に続いてるわけじゃないんですけどね、ちょっと抜粋してるんで、ちょっとナンバリング続いてないですけど気にしないでください。で、とりあえず最初の取締役の括弧1の意義のところですけども、株式会社1人または、ね、2人以上の取締役を置かなければいけないんだと。で、取締役会設置会社では、ね、3人以上の取締役が必要になるんですよって話ね。ちなみに今日の論文の問題では使わないんですけどね、司法試験の過去問で取締役会設置会社で3人ギリギリ、ちょうど本当ぴったり3人の取締役がいた事案があったんですけど、そのうちの1人が、ね、辞任したんですよ。辞任で、その後取締役の特にこう補充をしないままね、だから厄介設置会社であるにもかかわらず、本当は3人の取締役がいるんだけど2人しかいないような状態で、その後こう事実関係が進んでいくんですよ。で、そんな中で、ある人がその会社にこう、ね、損害を加えるような行為をしたんですけど、そういう時にですね、取締役って後でやるんですけど、他の取締役の業務執行に対して要は全館注意義務の一内容として監視義務を負うんですけどね、そういう形で、要は辞めちゃって取締役が今補充されてないような、その、ね、辞めちゃった人が果たしてどんな責任を負うのかというのが問われる問題が出てきました。で、こういう時に、法律上ね、今見た通り厄介設置会社ではとにかく最低もう法定の数がね、もう法定人数として、取締役の数がもう3人ってことになっているので、実はですね、その3人満たされない限りですね、その辞めちゃった人もなおですね、取締役が補充されるまで取締役としての権利義務を追い続けちゃうんですよ。なんで結局ね、その人は監視義務違反で損害賠償責任を負うんだと、いうことになってますね。解任されたときはちょっとその別なんですけどね、解任ってのはやっぱりこう会社に対してなんか悪いことやったっていう理由で解任されてるんでね、そういうのは権利義務取締役って形で、辞めた後も権利義務を追い続けるようなことは認めないんですけどね、その司法試験の事案では、辞任の事案だったんですよ。だからこう、ね、そのまま、義務を追い続けるというようなことが出てましたね。なので論点じゃないんだけどね、意外とこういう、ね、取締役会設置会社は、最低こう取締役3人いるんだってことも、こうやって論文 の, 事, 件事例に、ね、処理するときがありますのでね、ちょっとこう頭に留めておくといいのかなと思いますね。さて、で、今度次括弧1の2つ目の、ね、ブロックのところですけど、会社と取締役の関係は委任に関する、規定に従うんだということになってきますね。これも後では出てくるから今は、ね、そんなに気にしなくてもいいんですけど、委任になると今度は民法の、ね、委任の規定を順用して、全館注意義務、委任というのは有償でも無償でも、ね、個人の信頼関係を、ね、基礎に、している契約だということで、その全館注意義務を、ね、負うことになってきますけど、それが後で、ね、取締役の責任の方に影響してきますね。この委任関係があって、ね、全館注意義務を負うんだというところからいろいろ問題が出てきます。で、今度ですね、括弧2のところですけども、取締役の選任の問題ですね。最初の矢印のところでね、取締役の選任はここは皆さん知ってますかね。株主総会の決議なんだけど、特別決議とか特殊決議の方にね、この名が、この取締役の選任っていうのが書かれてないので、普通決議でやることになるんですが、ただね、この普通決議ちょっと条文が変わってまして、この括弧書きの中、329条のね、1項と341条これを使っていくんですね。で、これ何なのかっていうとね、そもそも普通決議の条文知らないって人ももしかしたら今日はいるんじゃないかと思いますので、一応この下のところちょっと条文見てください。株主総会の普通決議っていうのはですね、この3つ今日条文を挙げてあるんですけど、この一番下のね、309条の1項なんですよ、本来普通決議ってね。で、309条の1項を見ると、
株主総会の決議は定款に別段の定めがある場合除いて議決権が、ね、行使できる株主の、これが定則数なんですけど、議決権の過半数を有する株主が出席ねということで、まあ、議決権の過半数が出席するのが定則数 で今度議決要件がその後で、ね、出席した、まあ、その株主の議決権の過半数ってことでね、これがあの普通決議の要件になってるんですよ。ただポイントは今1行目にあった通り、この定款に別段の定めがある場合を除きってなってから、逆に言えば定款で別段の定めをすればこの定則数と議決要件で上げたり下げたりできちゃうんですよね。でしかもあの他のね、その決議の条文ちょっと上にあの書いてあるんですけど、それと違って上限下限を特に設けてないんですよ。この309条1項のね、要は株主総会の普通決議の条文って別にこの定則数議決要件ともに、この条文で下限上限を設けてないから、下限どんどんね、あのいくらでも低くすることができてしまうんですよね。でそれに対して、一応ほら取締役の選任っていうのはさ、それからこれから会社のね大事なこと決定したりとか業務執行していくようなあの基礎になるような、まあ、人なわけだから、まあ、割り込みも少ないね、定則数と少ない議決要件でね、こう選任されるようになったら、まあ、会社の本当に株主の代表者として、動いてくれるか分かりませんので、そこでちょっとね特別な条文があります。それがねこの上のとこですね。まず329条1項からいきましょう。役員かっこ、ねまあ、取締役で、まあ、今日は取締役のところだけちょっと気にしてもらえればと思うんですけど、まあ、役員かっこ取締役はですね、株主総会の決議で選任するんだと。で今度次の341条なんですけど、はい、これです。これがね、あの役員選任の時の普通決議の根拠条文なんですけど、先ほどのね309条1項の規定にかかわらず、役員を選任しまたは解任する株主総会の決議は議決権がこう、ね、行使できる、株主の議決権の過半数で、ほらこの加減をね3分の1以上です。あのもう3分の1という加減を設定してるんですよ。本来の、ね、391項の普通決議っていうのは別にあの定款でいくらでも加減がありませんので、ね、いくらでも定則数下げることができるんですけど、まあ、会社 の、ね、その重要な、まあ、事項だということに鑑みまして、ね、3分の1以上は定則数が下げられないということになってますね。というわけで、議決権の過半数かっこ、ね、3分の1以上の割合定款でされた場合はその割合以上を有する株主が出席して、で今度議決要件も、ね、あのちょっと普通の391項と違う扱いされてます。出席した当該株主の議決権の過半数で、こっちはね下回っちゃいけないんですね。この過半数下回っちゃいけない。391項の方は別にあの上限下限一切、制限がありませんのでね、いくらでも好きな数字設定できるんですが、議決要件に関してはもうこの上回る割合しかね、定款で定められないということで、まあ、こういう会社に関する重要な事項に関してね、いろいろとやってるということになってますね。というわけでこういう条文の理解をもとに、もう一回この括弧2の1個目の、ね、この矢印のところに戻っていくと、まあ、取締役の選任というのは普通決議、株主総会の普通決議いいんだけど、引く条文は329条と1項と、ね、341条ってことになってきます。だから論文試験で何気なくね、あ役員の選任は普通決議だったなってことで、うっかり309条の1項の方を引いちゃうとあのまずいんですよね。ここのところね、まあ、ちょっとこう前にね、この関連問題で司法試験の24年にね、ちょっとここのところの知識が問われるようなっていうか、別にそこメイン論点で出してるわけじゃないんだけど、まあ、こういう知識がないとちょっと問題文読みづらかったっていうね、あのものがありますのでね、まあ、あの機会があったらぜひあの24年の問題文見てみてください。定款であのいろいろね、その定則数が定められてましたね。さてで今度ですね3ページの方でして、会社の代表というところに行きましょう。でこちらねまず矢印のところです。取締役会設置会社以外の会社においては、取締役が複数いる場合でも取締役が各自ね、まあ、代表権持ってます。で会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をねする権限持ってますね。で今までの過去問、あの論文試験ね、あの司法試験でも予備試験でも過去問を見てると、取締役会がないような会社の事案は出てないですね。あの公開会社か非公開会社かっていうと どっちも出てるんですよ。公開会社の事例も結構出てるし、非公開会社の事例もね結構出てます。あっちも非公開会社っていうのは皆さん聞いたことあります？要はあの全部の株式について譲渡制限、定款で、その株式譲って本来自由なんですけど、全部の、まあ、株式に関してね、譲渡制限つけてるような会社のことを非公開会社って言うんですけど、まあ、あの論文試験の問題を見てるとね、公開会社か非公開会社っていうのはまあ出てますね。あとね、株券発行会社と株券不発行会社っていうのがあるんですけど、それも両方出てます論文試験で。でも取締役会設置会社とその非設置会社という関係で見たときに、まだね非設置会社っていうのは、まあ、出てないんですよね。それなんでかっていうと、おそらくね世の中あんまりないんだと思うんです、そういう会社が。さすがにあのいくら中小ちっちゃい会社でもね、さすがに取締役会を設けていないっていうところは、まあ、ないのでね、おそらくそれで実務にあんまり関係ないから、まあ、出してないんだと思うんですよね。まあ、それに対して多くの日本の企業っていうのは、多くが大体個人がこうね、あの設立してやってるような会社が多いので、大体あの非公開会社なんですよ。実際こうね、あの株主がコロコロこう変わって、で役員なんかもコロコロね、あの意図しないような人になられちゃ困るということで、
ということで、多くの場合非公開会社なんで、それでね、論文試験の方は非公開会社の事例結構出てますね。まあそんな感じでね、こういうちょっと知識をね入れてってもらえると、まあなんか面白くなるんじゃないかと思うんですよね。こういうの考えながらやらないと本当つまんないところなんでね、まあこういうのちょっとね、想像してもらえればと思います。さてで今度次、このね取締役設置会社なんですけど、こちら大事ですね。これよく論文試験で出ますので、取締役会設置会社では代表取締役は取締役会で、選定解職されます。あと次のところですけど、取締役会は取締役の中から代表取締役を選定されなければいけないと。でちょっと言葉の確認なんですけど、さっきね取締役は選任、株主総会で選任って選任って言葉使ったじゃないですか。でこちら代表取締役は選定ってことで選任って言葉使ってないんですね。でこれはね条文上ちゃんとこうやって明確にね言葉使い分けられてるんですよ。なのでこれ、簡単にねその言葉の違いを説明すると、まずいきなりね代表取締役になることはできなくて、ある会社の代表取締役になりたかったら、さっき前のページで見た通りね、まずは株主総会で取締役に選任される必要があるんですよ。でその段階は選任って書いてあります、条文上ね。で今度代表取締役になりたかったら、その取締役会の中で、その中取締役会という場所において、その取締役の中から代表取締役を選定するという手続きをするのね。でそれを選定っていうんですよ。まあ条文上そういう形でね、使い分けられてますね。ちなみにねまあその反対、選任選定の逆は解任解職です。でそれで、この解職ってのはこう使われてるのね、今のところね、この縦3の2行目の2つ目のブロックのところですけど、代表取締役は取締役会で選定解職ね、ということね。まあ解職される前提として株主総会でまあちゃんとね、でちなみにどういうふうになると思います？代取が取締役会で解職されたらどうなると思います？で解職されることによって代取の地位は失うんですよ。もともとなんでかって言ったら、代取の地位を取締役会の選定という手続きで与えられてますので、その反対の手続きの解職をされたら代取の地位は失います。でも株主総会で解任されない限りね、まだ取締役の地位が残ってるんですよね。なので、まあ、そういう関係になってますので、まあ、問題文読むときね、そういうのが分かってるとこう正確に問題文読めるんじゃないかと思いますね。さてで今度ね4つ目のブロックですね、3ページのね、代表取締役は会社の業務に関する一切の裁判上またはね裁判外の行為をする権限があるんだということね、で代表取締役の代表権は包括的で、それを会社の内部的においてね、制限しても善意の第三者に対抗できないんだってことですね。でこれ条文だけ見てるとね面白くない条文なんですけど、事案論文試験の事案を処理するにあたっては、実はこれとてもまあ大事な条文になってます。例えばですね、ちょっと具体例を出しましょうか。例えば、ある会社がですね物をまあ売りました。でそれで、ね、代金をもらって、それでまあ利益をまあ上げるというようなことをやったときに、まずその会社のそういう売買みたいな業務執行は誰がやるのかというと、会社法上は代表取締役なんですよ、その業務執行権限があるのはね。でもまあ実際代取がわざわざのこのこね、その営業の場に出向いてっていうことはなくて、それは従業員にやらせてやるんでしょうけど、でも法的には代表取締役がね業務執行行為としてやることになるんですね。でそういったときに、その代表者がやったね行為、最終的に会社に効果帰属しないと、代理で言うとね、代理がやった行為が本人に効果帰属しないと、相手方は本人に対して、まあ要は契約上の請求できないじゃないですか。これも会社法の方でも同じでして、結局代表取締役がやった行為が会社という本人に帰属しないと、相手方はその本人である会社に対して、その契約上の請求できないんですよね。でそういうその代取がやった行為の効果をその本人である会社に帰属させる、その大元の条文が今見たこの条文になります。もう一回見ていきましょう。代表取締役は会社の業務に関する一切の裁判上で、まあ裁判上あまり気にしないでください、取引行為の方ですね、この裁判外の行為で、例えばね何か会社が相手に物を売って、でそれで相手方が、その会社に対してお金請求できる、あるいは、物を請求できる、そしてあるいはその会社の方が相手方に対してお金を請求できるという根拠は、まさにこのね、代表取締役は会社の業務に関する一切のね裁判上裁判外の行為をする権限があるということでね、これでその代取の行為の効果がね本人の方に及ぶんだというところでね思っておいてください。まさにその代理とね同じような感じなんですよね。さてでこれがね具体例がこの次のところですね、代表取締役が会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限があるので、代表取締役がね会社を代表して訴訟行為をしたり取引行為をしたりした場合ね、その行為の効果は会社に帰属するんですよと。例えば A 社の代取 B が A 社を代表して C から中古の機械を100万で買った場合、 B の行為の効果はね A 社に帰属するので、 C は売買契約に基づく代金100万円の支払いを A に請求することができるんだ、こんな感じになってきますね。でこれがまあ今日はねちょっとこう簡単な話しかしないんで、まあやんない
ないんですけど、皆さんの方で勉強進んできたらね、ここをもとに結構いろんなこと考えられるようになりますから。じゃあ実際ね、代表取締役の肩書きを持っているような人が、まあ、会社を代表して、まあ、何か物をまあ売ったんだけど、実は代表権がなかった時にまあどうするんだ。民法の世界でいうと何ですかっていうと、まあ、無権代理ね。で、まあ、無権代理、民法の方だったのこの表権代理っていうまあ規定がありますけど、それと同じようなものが会社法にもあります。表権代表取締役っていうね、354条にまああるんですけれども、まあ、そういうんでね、いろいろとこう民法と似たような制度がありますので、まあ、そういうんでね、事例を処理していくことになってきますね。まあ、いずれにしろでもこの根本にあるところね、これ意外とこの大事なね、この縦3の4つ目のブロックのね、349条の4項ね、ここのところが大元の基礎になりますので、まあ、しっかりイメージを持っておいてください。さて、で今度4ページですね。例えばですね、会社の代表取締役、まあ、会社を代表して業務執行を、ね、する、まあ、権限があるんですけど、そこで私利私欲を図るためにね、まあ、会社のものを誰かに売ってそのお金をまあ着服してやろうと、まあ、そんな感じで、まあ、物を売った時ですね、誰が一番迷惑をするしますか。こういう事例で代表取締役がまあその私利私欲を、ね、図るために会社のものを勝手に第三者にまあ売りました。でお金本来だったら会社の方に入っていくべきものなんだけど、それを代表取締役が、ね、まあ、持って逃げてしまうと、まあ、持って個人的になんか、消費してしまうということをやったら、まあ、どういうふうになっちゃうでしょう。それ誰が一番怒るかっていうとね、はい、誰でしょう。はい、じゃあ皆さん頭の中でちょっと2秒だけ考えてください。はい、考えてもらいました。でこれで株主っていうふうに思ったら、多分それ会社法の基本知識ができてるんだと思うんですよね。会社っていうのはね、誰のものかって言ったら、やっぱそこに出資をしてるあの株主なんですよ。でその株主がまあ会社の代表者、まあ、取締役を選んだりね、でその選ばれた取締役の中で代取がまあ選ばれたりとかするわけですけど、まあ、会社っていうのは誰のものかって言ったら出資をしてる株主のものですから、会社の利益を損なうようなことを、ね、してしまった時、誰が迷惑するかって言ったらまずは株主になりますからね、というわけでそこのところで、そんな時にまあ今みたいにね、やっぱりこう迷惑をする人がいるわけですから、なるべくその今みたいに代表権を勝手にね、まあ、ある意味乱用して、何かやって会社に損害喪失させるようなことをやった時は、なるべくその効果をですね、会社に効果貴族させたくないんですよ。でそこで、そういう要請がまず出てきます。ただ一方で取引の安全にも、まあ、配慮しなければいけないということになってきますよね。さてじゃあそこをどう調整しようかね。そういって今みたいに代金着封みたいな意図でね、代表者が、まあ、代表権の範囲でね、客観的に代表権の範囲で、まあ、こうした時にね、株主は迷惑だ、できればその効果貴族を本、ね、会社に効果貴族することを否定したい、一方で取引の安全も図らなければ、まあ、いけない。でそこを調整するツールがこの、ね、民法の規定を使うんですけどね、民法93条正し書きを使っていくことになります。まあ、ちょっと見ていきましょう。4ページの一番上の、ね、矢印のところですけども、代表取締役が代金着服の意図など事故または第三者の利益を図る目的で、ね、会社を代表して法律行為をした場合、まあ、こういうのを代表権の乱用というふうに言いますね。まあ、民法でやった代理権の乱用と一緒です。代理権の乱用って、あの客観的には代理権の範囲の中に、ね、ある行為をまあしたんだけれども、ただその、ね、ちょっとこう意図が、代表者、その代理権を行使した人の意図が、ね、まあ、ちょっとこう本人のためにまあ行為をしてるんではなくて、まあ、代金着服など、ね、まあ、自分や第三者の利益を図るためにまあやっちゃった時ですね。でそういう時に民法の方、あの皆さん覚えてます、覚えてるというか、まあ、皆さん勉強したことなければまあしょうがないんだけど、民法の方ではどう考えるかというと、一応そういう、ね、代理権の乱用、要は代金着服するみたいな代理権の内容の事例であっても、客観的には代理権の範囲内でまあやってるということで、とりあえず、ね、効果貴族を本人に認めていくんですよ。ただ代理権の乱用を知ってるような相手方、あるいは知らなかったことに過失のあるような相手方は保護すべきではないんだっていうね、そういう価値判断が働きまして、そこをうまく調整するツール、まあ、本当はね、なんか適当に審議則とか、まあ、なんとなくの気分でやっちゃってもいいかもしれないんだけど、まあ、できれば明文の規定があるんだったらそれを、ね、あの利用していきたいと。そこで心理留保の規定を、ね、あの類推しているのが判例ですね。でこれもあの同じなんですけど、会社法の方も結局、ね、心理留保の規定類推するんですけど、ちょっと見ていきましょう。判例はってとこです。判例は代表権の乱用の事例であっても、ね、代表権、代表者が権限の範囲内でした行為として、原則有効。代表者ってあのさっき言った通り、あの包括的な、まあ、代表権を持ってますので、大概の行為はその客観的には代表権の範囲になっちゃうんですよね。だから民法の世界でいうと、あの代理権の乱用の場面に当たるんですよ。客観的には代理権の、ね、範囲で、行為しているような場面に当たってきます。まあ、そんな感じで、そこで原則まず有効にしてきますね。客観的にまあ代表権、代理権の範囲でやっているので、その行為原則有効ですね。でこれ厳密に言うと、ね、この括弧書きの通り、代表者の行為が要は会社に効果貴族するという意味で、ここで、ね、有効という言葉を使っています。まあ、厳密に言うと、ね、この会社に効果貴族するということなんですけどね。まあ、よく本人あのそこのところ厳密に言葉使い分けないで有効って書いてあることもあるんですけど、まあ、厳密に言うと効果貴族という意味になってきます。でこの後ですが、
取引の相手方がね、代表取締役が代表権を乱用、要はね、代金着服してやろうなんてことをね、思ってるっていうことをですね、その知っていたりとか、あるいは知り得たときね、いや知らなかったことに過失が、まあ、あるようなときはですね、やっぱ相手方保護に値しないんだと。そこで、そういう悪意有価質、要はそういうね、代理権の、まあ、民法の世界ですけど、代理権の乱用について悪意有価質の人が保護されないっていう条文が、ちょうど93条の正し書きにありますのでね、まあ、それをここでも使って、まあ、類推適用しまして、その法律行為はまあ無効です。これも正確に言うと、この無効っていうのはその代表者の行為が会社に効果帰属しないっていう意味での、ね、無効ですということで、まあ、こういうのがあの判例の立場になってますね。まあ、一応例えばここ見ていきましょうか。例えば会社の代表者が A がね、代金着服をする意図で会社が、会社代表使用者として相手方に会社で製造している商品を売ってね、その代金を着服した場合、そのような代表権の乱用があってもね、その代表行為が客観的に代表権の権限に含まれる限りで、さっき言った通り包括的な、まあ、代表権持ってますからね、あの、まあ、対外の行為がもうこの代表権の範囲に入っちゃうんですけど、まあ、そういう形で、売買は原則有効、まあ、厳密に言えば会社に効果帰属すると、その行為の効果がね、会社に効果帰属するということになってきます。で、相手方は会社に対して目的物の引き渡しを請求することができるわけですね。ここのところもだからこう論点に飛びつかずに誰が何をこうできるのかって形でこうやってあの理解しておくといいと思うんですよね。ここのところね、なんとなく93の立ち書き類推で無効だとかね、そんな感じで覚えていくんじゃなくて、最終的にこれで効果帰属して相手方が契約上の請求を会社の方にできるんだというところまでイメージ持っておくと、論文試験の事例処理をスムーズにねできるようになると思います。ただね、この後しかしのところですね、下から4行目の途中のところですが、まあ、相手方が代表者の代表権の乱用の意図を知っていたか知ることができたときはね、まあ、民法93条正し書きの類推適用によってね、売買は無効になると。要はこれもここでの無効はさっき言った通りね、その代表者の行為が会社に効果帰属しないという意味での、まあ、無効になってきますね。そうすると相手方は会社に対して目的物の引き渡し請求ができないということになってくるという感じね。まあ、こんな感じでここまでこうイメージしておくと、実際の論文試験の事例処理がね、スムーズにできるんじゃないかと思いますね。でね、あの、まあ、民法でも会社法でも、まあ、同じことなんですけれども、悪意とかね、その善意とか、あるいはまあ過失無過失、あるいは重過失無重過失って言葉が出てくるんですけど、そういう主観的な要件が出てきた時でにですね、論文試験でポイントになるのはやっぱ何に対する、何その悪意やその、ね、善意の対象ですね。何について善意のことを言ってるのか、何について悪意のことを言ってるのか。でここでも悪意有過失っていうことが出てきましたけど、ここでいう悪意はあの要は代理権の乱用の事実を知っているっていう意味での悪意になりますね。で、この有過失っていうのはね、その知らなかったことについて、まあ、不注意が、まあ、あること、要は、ね、過失があるということになってきますので、そういう理解を前提に当てはめをしていってください。一般的にはさ、あの例えば善意って言ったら、ほら民法でもまあよく勉強 して出てくるじゃないですか。善意って言ったらどういうことを普通皆さんすぐ想定しますっていうと、まあ、民法を勉強して比較的最初の方に出てくるのは、あの94条の2項のね、あの第三者、まあ、善意の第三者保護されますけど、そこで言う善意、あれはどんな意味でしたっけっていうと、あれは、まあ、知らなかったことって言いますよね。でそれ何が知らなかったことなんでしたっけ、民法94条2項の第三者って。それはその自分が利害関係に入った前提となったその法律行為の当事者のその一生時ね、そこがまあ通謀虚偽だということを知らなかったこと、それがあそこの場面での善意になってきますね。ところが同じまあ民法の中でもですね、例えばその10年の短期取得事項でね、その占有善意で、あの占有取得時の善意が要求されていたりとか、あとは即時取得なんかでもね、その要件の一つで善意っていうのがありますけど、あれは全然また意味が変わってきますよね。例えば取得事項の場合だと、その自分に所有権があるんだってことを信じていたことになるんですよ。で即時取得の場合だったら、その善意っていうのはその前週が権利者だってことを信じていたってことね、その前週の、まあ、占有がその権利に基づくね、その、占有がされていたってことを信じていたってことで、全くその条文場面で変わっていきますので、まあ、基本のインプットの段階でね、ちゃんとその善意とか悪意の内容を正確に押さえて、でそれをちゃんと論文試験でね、当てはめの時に正確に使えるようにしといてほしいのね。だから何でもかんでも善意ならあの知ってるっていうわけじゃなくてね、まあ、ものによってはあの信じたことっていうことになってきますね。でここはまあ別にそんな難しい話じゃなくてね、この93条正し書きのまあ、話で言えばね、これはまあちょっと対象は気にしなければいけませんけど、代理権内容の事実を知らなかったことってことでね、で過失のところはまあ知らなかったことにまあ不注意があることをね、そんな感じのイメージを持っておいてもらえればと思います。でこれをね、当てはめで正確に挙げるようにしててくださいね。で大体論文試験のね、過去問の傾向を見てるとね、特にまあ予備試験まだね、過去問の蓄積がまあ少ないんでね、なかなかこう統計取りづらいんですけど、司法試験の場合はそこそこの年数が、まあ、平成18年からやってるから、そこそこの年数の過去問蓄積されて、でしかもあの設問が多いんですよ、問題文長いから。
予備試験の問題よりね。なんでそんな感じで過去問結構分析してるとね、この主観的要件聞くときは善意悪意のところはほとんどあまり問題にならないような事案を出して、むしろその後の過失があったのかどうか、重過失があったのかどうかっていう、もうちょっとこう深いところを、ね、中心に聞いてくる問題が多いですからね。だからそういう問題を正確に解けるようになるために、こういうところを基本一つ一つ大事にね、押さえていってもらえればと思うんですよね。さて、じゃあそんな感じで今度次行きましょう。5ページの方ですね。今度括弧2のところでね、362条4項が要求する取締役の決議を書くね、代表取締役の行為の効力というところです。で、あのところなんですけども、矢印見てください。取締役会設置会社がですね、重要な財産の処分をしたりとか、あるいはね、その重要な財産を譲り受けたり、あるいは多額の借財をするときは、これやっぱりね、株主に結構影響がありますのでね、そこを取締役に監視させるということで、取締役会の決議を経なければいけません。で、代表取締役は、取締役会のね、決議を経た上で、その業務執行者ですのでね、その決定を経た上で、業務執行行為としてね、こういった処分譲り受け借財なんかをやっていくということになってきます。で、逆に言うと、今度逆にね、この重要、別に財産を処分したり譲り受けしたりするような時でも、別に重要じゃないものはいちいちね、厄介決議に書けなくてもいいんですよね。そこはやっぱり会社のその行動の迅速性をね、ちょっとこう考慮してますね。で、そんな感じでこの次のところ、その厄介決議の規制がかかるね、重要性のところですけども、その重要と言えるかについては、当該財産の価格とかね、あるいはその会社の総資産に占める割合とか、当該財産の保有目的とかね、処分行為の対応、この辺のところを総合的にね、判断するっていうのが判例の立場になってますね。で、一応この考慮要素をちょっとイメージね、持っとくために次の段落のところ見てみましょうか。平成6年判決はですね、今の判断枠組み、要は規範に示してね、で、本件株式の譲渡が重要な財産の処分に当たるかについては、本件株式のまず帳簿価格が、ね、7800万円だと。で、これは本件会社の総資産の47億8640万円の約 1.6% に相当し、でこれ結構数字が大きいっていうニュアンスで使ってるんだと思います。わずかね 1.6% しかないっていうんじゃなくて 1.6% もあるんだっていう、多分そういうニュアンスで、使ってるんだと思うんですよね。で、さらに、本件株式はその適正時価が把握しがたくね、その代価移管によってはね、本件会社の資産や損益に著しい影響を与えるんだというところですね。それから、本件株式の譲渡は、本件会社の、ね、営業のために通常行われる取引に属さないんだと。通常やってることだったら、やっぱね、その会社の取引の迅速性考えて、取締役会の決議で規制しない考慮要素の方に働いていくんですけど、逆に普段やってないようなことをやろうとするんであれば、それやっぱりちょっとこう監視ね、株主のこう監視が息がかかってる取締役にね、しっかり監視させなければいけないわけですから、そういう意味でこう、重要性肯定すべき方向になってくるんだと思います。こういうところをこう着目して、本件ではね、この重要性を認めましてね、厄介決議を経ないといけないんですよというような結論が出てますね。で、ここもね、丸暗記するんじゃなくてね、この重要性ってどういう観点からやっていくのかって話なんだけど、やっぱりこう会社に損をさせてはいけない、要は株主がね、損をすることになってはいけない、その代表者の行為によって会社に損をこう、招くようなことをやっちゃいけない、そこをうまくね、監視させるためのツールがこの重要性っていうね、要件なんだっていうふうに思っててください。だから今言った通りね、普段とはなんか違うようなことをやるんであれば、それってほら株主が予想できないわけですよ、そんなことはね。だからやっぱりそれは株主に監視させる方向になるような考慮素の一つになってくると思うんですよね。で、それを重要性をね、一つ基礎づける事情に一つ使えるんだと思います。あとはもちろんそのね、その財産、処分する財産の価格自体、それからそれが総資産に占める割合とかね、そういうところももちろん大事なところになってますけど、いずれもその株主の保護の観点からこうね、監視規制をかけるためにね、こういう要件が要求されてるんだってことが分かってると、初めて見る問題でね、多分柔軟な分かりやすい文章を書けるようになると思うんですよ。これを意味も分からずね、この考慮素を丸暗記しましたっていう人と、この意味が分かっている人とで当てはめの仕方が全然変わってきますのでね、そういう意味でこの要件の趣旨のところをね、しっかりと押さえててもらえればと思うんですよね。ちょっと関係するものとしては、この下のですね、5ページの一番下、平成27年の司法試験のちょっと出題の趣旨を、抜粋してますので、ちょっと見ていきましょう。仮に本件について事業譲渡に該当しないとした場合、本件の、取引が重要な財産の処分に当たるかどうかを検討することになるんだと。で、その際には、重要性の判断基準について、でこれさっきの、平成6年判決を挙げてますので、これ結構基本判例の方になりますからね、その丸暗記するだけではなくて、できれば今私がお話したような、意味も踏まえてね、イメージを持っておいてもらえると、いろいろいい当てはめができるになるんじゃないかと思いますね。
これでも多分ね、事業譲渡に当たる事案だったと、まあ、ちょっと今日余計な話になっちゃうから、まあ、事業譲渡今日やんないからね余計な話になっちゃうんだけど、多分あの27年の司法試験の問題これ検討したらね、多分事業譲渡になると思いますね。まあ、判例ね、3要件立ててますよね。まず丸1として、まあ、一定の、ね、事業目的のためにこう組織化されたね、まあ、有機的一体の、まあ、財産、それの、その全部または、ね、一部の、まあ、譲渡であって、それが丸1の要素で、で丸2で、その、ね、財産によって営んでいた、まあ、要は営業を、まあ、承継させるっていうね、事業を承継させるっていうその承継の要素、そして丸3ね、まあ、その譲渡の限度に応じてその協業資金も負うっていう、まあ、ところがありますけどね、まあ、おそらくね、協業資金はなかった事案なんで、その3要件要求している判例の、まあ、立場からするとちょっとこう事業譲渡に当たらないと思うんだけど、まあ、学説の方はね、あの大体3いらないと、まあ、丸1か丸2でいいんだっていうことを言ってるから、多分学説の機関からするとおそらくね、事業譲渡に当たる事案だから、多分この重要な財産の処分がどうのこうのっていうのは検討しないんだと思うんですけどね。でも仮にそれを、まあ、やるんだとしたら、ちゃんと今みたいにね、この平成6年判決の起案出して、まあ、しっかりとやってくださいということになってきますね。さて、で今度6ページのところですけども、多額の借財、ね、これやるにもやっぱりね、株主に大きな影響を与えますので、さっき言った通りね、その取締役会の、まあね、決議で規制をかけていくと、でその多額と言えるかどうかっていうのも、そのさっきのね、重要性と同じような基準でやっていくというのがね、一般的な見解になってます。あとちなみにこの次のところですね、保証をすることは、明文ではね、あの別に会社法は規制してないんですけどもね、会社が誰かの債務を保証するということに関しては、特に会社法明文では規制してないんですけど、まあ、結局ね、あの会社が誰かの債務を保証しちゃうと、その主債務者がまあ結局自分でお金返せなかったときはね、保証人の方がまあ肩代わりすることになっちゃいますので、借財と同じでしょうということで、保証も多額の借財による借財に含まれるということですね。まあ、ですので、このなんかね、会社が誰かの債務を保証するときにですね、その額がさっきの判断枠組みから、このね、もう株主に規制かけるべきなんだ、株主の監視を及ぼせるべきなんだということでね、株主を通じて、代表取締役、すみません、取締役会を通じて株主にこうね、干渉させるべきなんだってことになったら、多額だとっていうね、その認定をして、それで、ね、厄介決議が必要だってやってくださいね。常に価値判断が、ね、あのこう入ってるといい答案になるんですよ。このとこもね、取締役会を通じて株主に規制かけさせるべきなんだ、そういう発想がね、こうイメージが入ってる答案と入ってない答案全然違いますからね。さっきのところをこう無機質にさ、平成6年判決の考慮要素を意味も分からずこう上げてさ、でなんか意味も分かんないようなこう当てはめをね、してもあんまりなかなか説得力ができませんのでね、これはね、取締役会決議を通じて、まあ、株主にこう監視させるって、ね、そういうところのイメージを持ってね、書いてもらえればと思います。さて、で今度ですね、意のところですね。でこういうね、今いろいろね、こういうことをやるのに取締役会の決議いるって言いましたけど、その決議を書くですね、そういうね、会社の行為の効力がどうなっちゃうのかって話ですね。重大財産の処分や譲り受けや多額の借財、必要な厄介決議を経てないとどうなっちゃうんでしょうか。でこれに関してはこの次の意の矢印のところですけども、2段落目のところです。代表取締役が取締役会決議を経ずにした重大財産の処分は、まあ、それが対外的にね、代表権のあるものによってされていることや、あと単にね、会社の内部的意思決定を核に過ぎないということから、まあ、取引の安全を結構重視してね、やっぱ原則有効にしちゃうと、結局客観的には権限の範囲で、やってるんでしょうということでね、原則を有効にしちゃう。ただ相手方がその決議を経ていないことを知り、また知り得たときはね、まあ、こんな人は相手方は保護する必要がありませんので、そこでさっきと同じように93条ただし書きの類似適用を、まあ、していくということになってきますね。さて、じゃあここで問題です。皆さん、これ書いてないんですが、ここで言う、じゃあ今度悪意誘拐室の対象は何になります。さっきあの代理権内容のところでは、何が悪意かって言ったら、相手方がそのね、代理権、その代表権をね、代表者が代表権を乱用していることを知っていることだというふうに言いましたよね。で誘拐室っていうのは、その知らなかったことに過失があるんだ、不注意な点があるんだという話をしました。じゃあここで言うこの悪意っていうのはどうなっちゃうんでしょうか。このね、必要な厄介決議が必要な重大財産の処分や譲り受け、あるいは多額の借財をね、するにあたって、まあ、必要な決議を経てませんでした。さあどうなっちゃうでしょうっていうとね、これ厳密に言うと2点あるんですよ。まず1つ、その今回された取引が重要な財産の処分や譲り受け、あるいは多額の借財に当たるかどうかっていうことに対して、まず知ってたかどうか、そこでまず悪意が一発試されます。でその後さらに、それをするのに必要な厄介決議を経ていたのかどうか、そこの2点が悪意の対象になりますね。でこれはあの結構重要論点でして、まあ、論文試験普通にやってたらこんなの何度も出てきますのでね、ぜひね、ここのところはしっかりと理解をしておいてくれればいいと思いますね。実際にはですね、論文過去問でよく出るのはね、この厄介決議がまあ必要なのにそれ経ずにね、やっちゃったのはどういう問題が出るかっていうと、今日ちょっとやんないんですけど、利益相反取引です。まあ、利益相反取引するにあたってね、取締役会設置会社ではですね、やはりこう、株主、取締役会通じて株主にこうね、規制を、かけさせると、まあ、いうことで、
取締役の決議が必要になりますね。まあ、その前提として重要な財あのその利益相反取引関係に関する重要な事実の開示を、ね、まあ、厄介の方にしないとかいろんな、まあ、規制がかかってくるんですけど、特にこう必要な、まあ、厄介決議を経ずに、ね、利益相反取引をした場合にです、ね、その相手方の保護はどうなるのかって話でこれやるんですよ。そちらの方はあの相対的無効説というのをやるんで、まあ、取引の安全重視で原則有効なんだけど相手方が、その悪意有価質の時は無効にするんですよ。でこの時もやっぱり悪意有価質っていうのが出てくるんだけど、その悪意の対象って何になると思います？利益相反取引はっていうとやっぱここも2点あるんです。今と同じ発想、相手方がその問題となる行為がその会社のね、相手方会社の利益相反取引になるんだっていう事実プラス、その必要な厄介決議を経てないという事実、この2点が悪意 の検討対象になってきますね。でもちろんその有価質の、まあ、検討対象にもなってきますけど、論文試験超品質なんですよね。こういうね、必要な厄介決議を経てない行為の効力ってよく出てきますけどね。だからこういうのは慣れてきますから、だんだんね、そういうところ慣れてきますのでね。だとにかくこうね、悪意とか、善意とか悪意とか、あるいは過失だ無過失だ、あるいは重過失だ無重過失だ、よく出てくるんです。民法でも会社法でもね、ぜひその時ね、一個一個その対象は何だったかなっていうところをね、しっかりとこう忘れないようにしてもらえると、なんとか最低限ね、合格答案、書けるんじゃないかと、まあ、思うんですね。でちなみに平成20年のですね、この下あの出題の紙ちょっと見てみましょうか。まあ、あの細かい事案無視してね、ちょっと論点抽出のために見ていきましょう。設問1は取締役会の承認を受けずに締結された保証契約の、まあ、効力の問題点をね指摘させるものであると。でまず保証契約の効力についてはね、まあ、会社があの取締役のね、主催も保証しちゃった事案なんだけどね、まあ、保証契約の効力については公社が平銀行との間で締結した金銭消費者契約と、まあ、これ普通に民法の話してますね。保証債務効力生じるには不従性ありますから、まずね主債務が生じてないといけないんですけど、その主債務がこの金銭消費者契約になるんだという趣旨でこれ書いてあるんだと思いますね。というわけで金銭消費者契約とこれをしたる債務としておつやがね平銀行との間で締結した保証契約、これはいずれも、で訪問の実関係からおそらく多額と言えるんですけども、まあ、多額の借財に当たるものとして、それぞれ会社の、ね、取締役会の承認を受けなければいけないものと考えられるが、本件ではいずれについても、ね、取締役会の承認を受けていないためその効力がまあ問題になるんですよって話ね。でこの次のところ、この問題の解決にあたっては、まあ、いろんな理論構成が あるんですが、でこれ判例は一応93条の正しきこの場面では類推してますのでね、まあ、判例でいくんであれば例えば、民法93条正しき今日類推適用する、ね、判例の立場を取った場合には取締役会の承認を受けてないことを知らなかったことについてね、平銀行側に過失がなかったかどうかという点についてね、事例に即して、丁寧に吟味する必要があるということですね。でこれちょっと飛ばしちゃってますけど、実際その多額を基礎づける事情もちゃんと知ってなければダメね。単にこの取締役の承認を得てないということだけ悪意のところではなくて、ちゃんとその多額性を基礎づける具体的事実ね、その法的な評価まではいらないんですけどね、その多額性を基礎づけるような、まあ、具体的事実を知ってる場合ですね。だからまあ基本的には相手方ってその多額性を基礎づける事実何知ってますっていうと、その目的財産の価格自体は絶対知ってるはずですから、まあ、そこの点は知ってますよね。ただ他の事情を知らなかったら最終的にそれ多分多額って言えないからね、会社の総資産とかそういうのもまあ知らなければちょっと多額っていうふうに言えないでしょうから、まあ、そこのところを踏まえてね、まあ、悪意かどうかっていうところをまあ見ていきますね。でも仮に悪意じゃなかったとしても知らなかったことに不注意な、ね、点があれば結局相手方保護されないので、その過失のところをまあしっかり検討していくということになってきます。で本件はこの書きぶりからするとね、悪意か善意かってところではもう勝負決まんないんですよ。多分これ悪意じゃなかった、まあ、事案なんですよね。だから結局その過失があったかどうかってところが中心課題になってきたか、ちょっとすみませんね、問題は少し詳細にちょっと少し忘れてしまったんですけど、おそらくこの確認からすると多分悪意じゃなくてね、結局知らなかったことに過失があったかどうかってところを多分中心にね検討するような感じだったのかもしれませんね。ちなみに最近の過去問は見る限りね、本当にもうその悪意善意のところでは勝負決まんなくてね、やっぱりその知らなかったことに過失があったのかどうかとか重過失があったのかどうかとか、そういうところで勝負が決まる問題がすごく多いですね。さてで今度ですね、7ページの方ですね、縦6のところです。括弧1、取締役の一般的な、ね、ちょっと注意義務の話をしていきましょう。でこれ後でね、この一般的な注意義務に違反するとそれでね会社に損害が発生すると今日 のメインテーマの任務形態責任の問題になるんですけど、まあ、ちょっとだんだんその話になってきますね。で括弧1の矢印のところです。会社と取締役とはね、さっき最初にやった通り委任契約にあるためですね、委任契約の関係にあるため、取締役が会社に対して委任の方針に従い善良な管理者の注意を持ってね、委任事務を、まあ、処理する義務を負います。まあ、これを一言で言うと、まあ、全館注意義務っていうふうに言ってきますね。で今期論文試験で、ね、よく使うことが多いと思うんです、この全館注意義務ね、会社法の方では。で条文探してたら本当に時間がもったいないから、これぐらい頑張ってね、会社法の330条に会社と
取締役の関係が委任だっていう規定が、ね、あるから330数字ちゃんと覚えておいて、でそれ引いたら今度民法の委任の、ね、全幹事義を規定している644条を引くんだっていうのは、これは絶対事前に押さえておいた方がいいと思いますね。こんなのまさか試験時間中に6歩探してたら本当に時間もったいないですからね。なぜならこれは、ね、かなりの頻度で使う可能性が高いんですよ。この全幹事義も、ね、任務形態責任の検討する前提として、ね、これよく使うと思います。と同時に、今のブロックの1段落目の3行目の途中のところなんですけれども、また、取締役が会社に対し、ね、法令定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のために、ね、忠実にその職務を、ね、行う義務、こういうのは忠実義務と言いますね。要は会社の実質的な所有者、出資者である、ね、所有者である株主のためにですね、全幹注意義務を負うし、忠実義務を、ね、まあ、負うんだということになってきます。だけどもう一回ね、3行目の途中のところですが、取締役が会社に対し法令定款並びに株主総会の決議ね、会社のちゃんと所有者である株主総会の決議を遵守し、株式会社のために忠実にその職務をね行う義務、こんなの持ってますね。でこんな感じで次の段落のところですけど、まあ、こういうね取締役の義務違反ですね、全幹事義務とか忠実義務に違反するようなことがあった場合、それによって会社に損害が生ずると、今日のメインテーマ、後でまあ論文試験で皆さんちょっと問題検討してもらうと思うんですけども、まあ、任務形態責任のね問題が発生するということになってきます。さてで今度ですね、2つ目のブロックのところですね、この後、取締役の忠実義務は全幹注意義務を注意的に規定したものであり、判例はねその内容に実質的な違いはないというふうに言ってるんですね、まあ、この同じようなね、ことを言ってます、2行目の途中からですが、忠実義務の規定は全幹注意義務の規定を一層明確にしたものにとどまり、別にね全幹注意義務と異なる別個の行動の義務を課すものではないんですよって言ってますね。でこれを前提にして答案書くときに、結構ねやっぱ論文試験の時ってね時間が足んなくてね大変なんですよ。でそういう時にわざわざね全幹注意義務および忠実義務に違反するなんていう、そのたったその4文字5文字書くのももう厳しい時もあるんで、そういう時はもう全幹注意義務に違反するってだけ書いてくれれば意味は伝わりますので、ね、別に忠実義務と内容一緒ですのでね、まあ、できれば丁寧にね何かこういう取締役の一般的注意義務によって会社に損害が発生してね、でそこで今日後でやるその任務形態責任の追及をね、まあ、しようとするんであれば、まあ、厳密にはちゃんとこの今のね条文全部挙げて、まあ、全幹注意義務と忠実義務に違反するって言いたいところなんだけど、まあ、実際ね時間計って答案書けば分かりますけど、まあ、非常に厳しいですから本番の試験はね。なんで、まあ、時間がない時のまあ最後の苦肉の策としてね、まあ、全幹注意義務に違反するという形で、ね、任務形態を認定してもらっても全然大丈夫ですね。さてで今度ですね8ページの方ですね、取締役の監視義務という話です。これはですね、もっとすごく大事な要はいろんな事案でこう使うことができるね、結構応用範囲がね広い論点になってきますね。取締役の監視義務というものです。で矢印のところですけども、代表取締役などの、まあ、業務執行者が取締役会の決議を要する行為、はい、何でしょう。はい、皆さんすぐ出てきます。今日やったやつ、重要な財産の処分や譲り受けや、それから多額の借財、あとは書いてないけど今日私が口で喋ったやつ、まあ、利益相反取引ね。ついでに言うと同じ、まあ、条文の中に入っている協業取引ね、あれも取締役の決議はいりますけどね、まあ、そんな感じのことですけども、まあ、取締役の決議を要する行為をその決議を経ずにね独断で、まあ、して、会社に損害を生じさせた場合は、当該業務執行者が後でやりますけど423条1項の任務形態責任として会社に損害賠償責任をね、負うことはまあ当然ですが、他の取締役も任務形態責任を負うのかどうかっていうのが問題になってきます。まあ、実際こうね、悪いことをやっちゃった取締役だけじゃなくて、まあ、他の取締役のねみんなまとめて任務形態責任をね会社に対して負うのかどうか、そこが問題です。でこの次のところですけども、まあ、一言で言うと監視義務というねものをまあ各取締役が負っていて、その監視義務違反で、まあ、任務形態だということでまあ認定していくんですけど、それを丁寧に言うとこうなりますね。まず2段落目の最初のところですが、スタートはねいきなり取締役を主語にするんじゃなくて取締役会から入るんです。取締役会は取締役の職務執行を監督する義務を負うという条文があるんですよ。これが362条の2項2号ですね。まあ、後で授業が終わったらぜひ1回条文引いておいてもらえればと思うんですけどね、今忙しいから引くと授業ちょっとついてこられなくなっちゃったもんで後ででいいですけどね。まずね主語が取締役会ですね。取締役会は取締役の職務執行を監督する義務を負います。362条2項2号ね。でそうすると、ここで各取締役につながりを作るんですけど、その取締役会を構成する各取締役はということで、取締役の決議に上程された事項だけでなくてね、代表取締役の業務執行一般を監視し、で必要があればね、取締役を自ら招集し、あるいは招集することを求め、取締役を通じて業務執行が適正に行われるようね、そういうする義務があるんだと。でこういうのをね監視義務って言います。で法的根拠はね全幹注意義務なんですよね。まあ、全幹注意義務って非常に広い概念なんですけど、その全幹注意義務の一内容として、そのね各取締役っていうのはその業務執行者の業務執行行為を監督するね監視する、まあ、義務があるんだと。いうふうに考えていきます。なんでこんな義務を負うんですか。ちなみに取締役はこんなね自分がやった行為でもないのにね、なんでですか。
ていうと、取締役っていうのは株主総会で、さっきやった通り、選任されてるわけですけども、会社の所有者から全館注意義務や忠実義務を負うような、立場を地位を与えられているんであれば、それは当然ね、その株主のために全力を尽くすというのが当たり前ですから、何かね、この取締役の仲間の中で何か怪しいようなことがあるかどうかっていうのは、やっぱ常にそこは監視すべきなんだというふうにね、考えていくわけなんですよね。というわけで結構ね、取締役になると大変なんですよ。いろいろこういう重い義務がね、生じてしまってね、なんか思わぬところで、要は自分がやったわけじゃないのに他の取締役がやったことに対してこう損害賠償請求されたりとかするのでね、結構取締役っていうのは大変なのかなというふうには思いますね。さて、でそんな感じで今の、ブロックの括弧2の1個目のブロックの3段落目になりますけども、代表取締役が取締役下の決議を要する行為をその決議を経ずに独断で、してね、その会社に損害を生じさせた場合、監視義務を怠った他の取締役は任務懈怠により会社に発生した損害につき、会社に対して損害賠償責任を負うことになってきます。でこれ後で423条 の, この損害賠償の要件やるんで、今聞き流しておいてくれればいいんですけど、要件の一つにね、その任務懈怠行為と損害の発生との間、会社の損害発生との間の因果関係が要求されるんですね。でこれまでの過去を見てるとね、この因果関係の検討を結構中心にさせる問題が出てますので、この因果関係のところ気をつけておいてください。だから一般的抽象的に監視義務を負ってるから負うからっていう理由で、それで別に責任損害賠償責任を負うわけではありませんから、ちゃんとその監視義務違反、その当該事案における監視義務っていうのが何なのかっていうのを具体的に特定してね、でそれを尽くしてないじゃないか、それでこの結果会社にこんな損害が生じるんだってところをちゃんと認定して、初めて後でやる423条の、要件満たすんだってことで、それで最終的に損害賠償責任が認められますので、このところ、なんか一般的抽象的に監視義務から、とにかく常に、取締役っていうのはもう会社に他の取締役やったことで、損害生じたら損害賠償責任を負うんだって形では簡単に抽象的には考えないでくださいね。論文の試験の問題は絶対そんな問題出しませんからね。ちゃんと具体的な事実関係がいろいろあって、でその監視義務の内容をその事案に応じて、ちゃんと特定して、で仮にそれを尽くしていれば、もしかしたらこんな会社の損害発生しなかったんじゃないか、あるいはそのそういう義務を尽くしたとしても会社に損害発生していたんじゃないか、そこまで判断させるだけの事実関係を揃えてきますからね。ですのでそこのところで結構勝負が決まってきますね。試験に合格するに大きく2つの方法がありまして、もう力ずくでもう全て本に書いてある知識をもう身につけてね、で問題になる論点を全部抽出して全部書くっていうパターンと、その多少の論点を落としちゃってもいいから、なるべくこう、少ない知識を深く理解をして、でその問題の核になる論点だけは落とさず、それを事案含めて、その今のね、その監視義務の因果関係も含めて、ちゃんとその事案を処理するっていうような答案書くパターン、この2つがあると思うんですよ。で受かりやすいのはやっぱりその少ない知識でちゃんと事案をしっかり見て、やるっていう人の方が受かりやすいと思いますね。なんでかっていうと、本に書いてあること全部覚えようとしてもね、なかなか覚えられないんですよ。よほどのそういう記憶が得意な人ではない限り、できないから。だからやっぱり楽に、早く受かろうとしたら、こう何でもかんでもこう知識でやるっていうよりは、知識の量を絞って、でしっかりとその意味を考えて、でちゃんと論文の試験の問題の事実をしっかり見てやろうっていうね、問題をちゃんと読んでやろう、取材者はどんなことをこう意図してこういう問題作ってるやるんだろうって、そういうところを読み取って、取材者の意図にそういうような答案作った方が早く楽に受かりやすいんだと思いますね。そんな感じのところです。でちなみにこの8ページのですね、2つ目のブロックのところなんですけれども、監視義務違反の任務懈怠はね、これは今日やらないんですけどね、会社 の, 取締役の任務懈怠によって会社に損害が発生したときは後でやる、今日 やるね、423条の損害賠償責任なんですけど、その会社の取締役の任務懈怠によって第三者に損害が発生したときは423条ではなくて429条という条文ね、こっちを使って損害賠償請求します。ただ結局その任務懈怠という点では同じなんですよ、どちらのところね。業務執行についてね、その職務執行に関して悪意重過失っていう形で、もうちょっと429条の方が要件もうちょっと具体的になってますけど、実質的な意味は同じですのでね、今回会社に損害が発生したところをやりますのでね、429のところはちょっと別の機会でやっていきましょう。でちなみにこの次の、3つ目のブロックのところですけど、名目だけの取締役の任務懈怠責任で、これ読まないで一回ちょっと考えてもらいたいんですけど、今日最初にやりましたけど、取締役会設置会社って取締役3人いるじゃないですか。でもし仮に皆さんが突然ね、会社を起こしたいと思った時にさ、とりあえず取締役3人揃えなければいけないから、仲間に声かけると思うんだけど、どうしてもね、この協力してくれる人がいない時にどうするかっていうとさ、いやじゃあ名前だけ貸してくんねえかということもあると思うんですよね。ちょっとね、じゃあ確かにこう金の手続きを経て、株主総会でちゃんと選任はするんだけど、仕事はしなくていいからという形でね、とりあえず名前だけ貸してくれないかと。でそうして、名前だけ貸して、ですね、取締役が、出てきたような時に、その人に対して監視義務違反を理由にね、その任務懈怠責任追及できるのかというところが一つ、問題になってきますね。で
まあ、結論のところなんですけども、やっぱりね、いくらその名目的な、ね、取締役、要は実際にその会社の経営には関わらないような取締役であったとしても、やっぱり それを選任する株主が事情を知らない時があるんですよ。その取締役をこう株主総会で選任するのは取締役ではなくて株主なわけですから、まあ、そこのところで、ね、株主はそういう事情を知らずに選任することがありますよね。でそういう時にその忠実義務とかその全幹事義務をその人が負わないっていうのは、やっぱりその会社の所有者である株主に対してやっぱり反することになってきます。ですので、こういう場面でもですね、やはり監視義務を追い続けることになってきますね。ちょっと見ていきましょう。下から2つ目のブロックです。名目だけの取締役の、ね、任務形態責任で、取締役は代表取締役行為の一般につき監視義務を負うことから、まあ、取締役として、ね、適法に選任はされているものの、名目だけの取締役で日頃から何ら業務執行の決定に関わっていない、ね、いわゆる名目取締役的取締役であっても、まあ、監視義務違反として任務形態責任を負うんだという感じね。一般的にはこう考えられています。その価値判断の中には、さっき言った通りね、その取締役を選任する株主、会社の所有者で株主はそういう事情を知らないでね、選任することもあるわけですからね。一応この株主総会で選任されている以上は、やっぱ忠実義務、全幹事義務をね、大立場与えられているわけですから、責任を全うしてくださいと、まあ、そんな感じの、ね、ニュアンスのところになってきますね。だから言い方変えればね、この今の話が妥当するのは、一応ちゃんと株主総会で選任されている、まあ、取締役が前提にありますのでね、選任されてないとまだちょっと違う論点になっちゃうからね、まあ、取締役でちゃんと株主総会で選任されているけど実際仕事をしない、まあ、そういう取締役ね、それに関してはまあ普通に監視義務を負うんですよという感じでやってきますね。まあ、今日はちょっと難しいからね、やんないんですけどね、例えば株主総会で選任すら、まあ、されていない、もう登記簿上だけの、ね、取締役とか代表取締役、そういう人が何かちょっとこう悪いことやって会社に、まあ、損害発生させたりとかね、あるいは第三者に損害発生させたりしたような時に、じゃあどうなるのかっていうとね、任務形態責任やっぱ同じように負うんだけど、法律構成が随分変わってくるんですよね。まあ、今日は難しくなっちゃうから聞き流しておいてくれればいいと思うんだけど、こういうね、代表者とか代表取締役とか取締役っていうのは会社の登記事項なんですよ。でその会社の登記事項に関して虚偽の登記をしてしまった時はですね、善意の第三者に対してその登記が虚偽だってことを対抗できないことになっちゃうの。だから実際に株主総会で選任もされていないのにね、まあ、その取締役とか代表取締役ってことを登記してしまった場合、それをまあ信頼した、まあ、第三者が出てきてしまった時にはですね、その第三者に対してその登記が虚偽だってことを対抗できない結果、結局その第三者との関係ではその人取締役とか代表取締役というのは扱われちゃうんですよね。なので、まあ、その結果普通に任務形態責任を、ね、負うという感じにまあなってきますね。まあ、ただ今日はちょっと難しいのでこの話はやらない予定ですので、まあ聞き流しても忘れてくれればと思います。それはまた別の機会でやろうと思ってますね。まあ、ただ一応全部喋ることは喋りましたけどね、まあ、ちょっと理解するの難しいと思ったらまた別の機会でやっていきます。さてでそんな感じでですね、最後8ページの一番下のところですけど、特にね、監視義務を理由に損害賠償責任を負わせようとするとね、やっぱりね、一番何が曖昧なのかっていうと、監視義務のまず内容ね、それからその因果関係のところが特にすごく争点になってきますね。特にほら、なんか実際何もこうやってないっていうことで責任追及しようとする場面なんだから、やっぱりその義務の内容をしっかり特定して、でしかもその義務違反と本当のこの会社の損害との間につながりがあるのかどうか、そこのところをしっかり論証しないと、結局損害賠償責任を負わせるだけのね、正当化ができないんですよね。その正当な理由が示せないんですよね。というわけでこういう監視義務みたいなね、自ら積極的にこう違法行為をやっていないような事案では、ちゃんとその義務の内容を特定して、でちゃんとその、ね、因果関係、その義務違反とその損害との間の因果関係のところを、まあ、丁寧にやるようにしておいてください。でこれ26年の司法試験の問題なんですけど、やっぱね、知識がなくてもこういうところで勝負できるんですよね。論点がね、ものすごくいっぱいあった問題なんですよ。だけどその論点のね、仮にこの26年の問題で言えば半分ぐらい論点をバサッと落としてしまっても、そういうね、この監視義務違反のところとかでちゃんと事案しっかり拾って因果義務の内容をしっかり特定して、で、その因果関係のところとかをしっかり書けば、それで十分合格できるんですよ。相対的にね、まあ、もともと全部の論点書けるような人ってほとんどいないから相対的にね、まあ、受かろうとしたらそういう事実認定のところをしっかりと、まあ、丁寧にやってあげるというところがまあ大事になってきますね。さてで今度9ページいきましょう。経営判断の原則、これは1回会社法を勉強したことがある人であればね、言葉ぐらいは知ってると思うんですけどね、まあ、ここでちょっとこの使いどころをね、しっかりと理解してもらえればと思うんですね。経営判断の原則、これはですね、どういうことかっていうと、今までの話との関係でいうとね、会社取締役っていうのは会社に対して、まあ、全幹注意義務とか忠実義務というのを、まあ、負ってますから、基本的に会社に損失を与えるような行為をしてはいけないはずなんですよ。でそこで一つ問題になるのが、取締役がね、まあ、会社に大きな利益をもたらすためにちょっと冒険的な経営をしたいと、もともと進出していないような、ね、新たな地にちょっとこう店を出すとかさ、ちょっと冒険的
な経営したい、でも結果売上が、ね、うまく上がらず会社に損害が生じてしまったという時にですね、そういう結果的に、まあ、会社のために頑張ったのに結果的に損害が生じてしまったような時、そんな時にどうですか皆さん、こういう時に全館注意違反を理由にさ任務形態責任だということで会社に損害賠償責任を負わせたら、誰もその会社に利益を上げるような冒険的な経営をしなくなってしまいますよね。それっていうのは誰にとって、その悲劇になるんでしょうかというと、その会社の所有者である株主に対して悲劇になるんですよね。というわけで、冒険的な経営をね、より株主のためにより冒険的な経営をして大きな利潤を上げるね、機会を増やすためにちょっとこのね経営判断原則っていうちょっと特殊な考え方をね、していきます。ちょっと見ていきましょう。矢印のとこです。会社が利潤を追求するときにはね、冒険的な経営をすることがまあ必要であり、それが最終的に株主の利益にもつながるんだと。例えば、まあ、レックはあの大学受験には手を出してないですけど、例えばレックが突然ね大学受験に手を出すぞみたいな感じでね、でも結果まあやっぱ大手の寸大予備校とかね、代々木ゼミナールとかそういうときに勝てずにですね、結局大赤字を出してしまった。そんなときにですね、じゃあ会社のその責任はどうなっちゃうのかって話なんですけどね、取締役責任どうなっちゃうって話なんですけど、まあ本当は冒険的な経営ね、して株主の利益につながるということになるってことで、で2行目の途中のところです。会社のまあ利潤追求に必要な取締役の経営判断をね萎縮させないという趣旨から、取締役の経営判断によって会社に損害が生じた場合に、そのね結果だけを見て、要はその最後ね損害が発生してしまったっていう結果だけを見て全館注意義務違反を肯定するのは妥当ではないということで、裁判所はですね、取締役の全館注意義務や抽出義務の違反による任務形態の有無を判断する際は、そのね結果に着目するんではなくて、その取締役の経営判断のね、その判断の過程に着目して、その判断の過程が合理性あるかどうかっていうのを見ていくんですよ。その判断の過程が合理的かどうかね。で、判断の過程が合理的かどうかで不合理だったら全館注意違反があると、任務形態になるんだと、そういう判断をしていきます。で、ちなみに判断の過程が合理的かどうかって規範でさ当てはめしたらどうなると思いますっていうと、ちょっと雑すぎません？じゃあそれどうやって判断するんですかってなっちゃうからね、まあ、取締役のその経営の判断の過程の合理性をまあ見て、それで不合理といえれば、まあ、全館注意違反で、そのね、任務形態になるんだっていうふうに判断するのはいいんだけど、ちょっと雑すぎて当てはめが適当になりそうでしょ。だからもうちょっとこうね、裁判所の方で、的確にこう審査できるようにね、その今の規範をもうちょっと具体化してあげますね。で、それをやることによって取締役の方にもね、その予告をね、そのこういうことをやると良くないんだよってことを予告することができます。で、その要件がこんな感じですね。この次のところですが、5行目の終わりの方から丸1ですね、丸1、当該行為がされた当時のね、その会社に属する業界における通常の経営者、この人、これ誰を基準にするかというと、その当該経営者を、まあ、基準にしちゃうと、まあ、なかなか任務形態にはならないと思いますので、全館注意義務違反にならないと思いますので、そのね、同じ業界に属する通常の経営者の知識経験を基準にしていきますね。で、これ長いで大変だったら、とにかくね、誰を基準にするのかって言ったら、その任務形態やらかした本人基準にしてもしょうがないから、とにかく同じ業界の通常の経営者、その人を基準にするんだと、大雑把に言ったらね。これ今何のためにやってるかって忘れなければね、あんまり細かいこと気にしなくなります。まあ、今何をやってるのかって言ったら、その冒険的な経営してね、利潤上げるためにですね、その損害発生したっていう結果だけを見ない。じゃあどこに着目するかって言ったら、その経営判断の合理性ね、そこ着目して、その経営判断が不合理と言えれば、そこで全館注意義務で任務形態なんだ。ただそれやろうとしてるだけなんですよね。で、それでまず誰を基準にするのかって言ったら、まあ、その本人基準にしてもしょうがないから、常にね、全館注意義務違反なくなっちゃうと思いますのでね、本人は良かれと思ってやってるわけだからね。まあ、そこで、この通常の経営者ね、同じ業界に属する、まあ、通常の経営者をまあ基準にするんだ。そんな感じです。で、趣旨が分かってくると、まあ、この場面に限らず、自分の言葉で規範出せるようになりますからね。まあ、大体おかしいんですよね。受験生がさ、何千人もいて、で、ある論点が出たときに、みんなが同じその規範部分のところで、同じこと書くって絶対おかしいですから、やっぱりその理解を踏まえて、その多少言葉のね、違いっていうのが出てくるはずなんだけどね。まあ、そのために、この趣旨をよく理解していくと、こんなの丸暗記しなくても済むようになるんですよ。これ大変だから、丸暗記しようとしたら。日本史とか世界史で、ね、歴史の年号の数字を覚えてるようなもんだからね、意味も分からずやろうとしちゃったらね、だからこの意味をね、今私がいろいろ喋ってますけど、まあ、そこのところ意味分かって自分の言葉で書けるようにすればいいわけですね。というわけで、はい、誰を基準にするのかって言ったら、まあ、同じ業界のね、その通常の経営者、まあ、そこをまあ基準にするんだというところですね、簡単に言えばね。そして今度丸2ですね、その取締役の経営判断の前提となる事実の認識に不注意な誤りがあるかどうか、まずここ見ていきますね。そのね、経営判断の前提となったその事実、そこのところの認識ね、そこのところのまあ不注意さ、そこのところを見ていきます。で、丸3、その事実に基づくね、意思決定の過程が、まあ、通常の企業人として著しく不合理と言えるときに限ってね、全館注意義務違反が肯定されるんだということになってきますね。で、全館注意義務が肯定されると、後でやりますけど、任務形態責任の要件の一つの任務形態に当たると、まあ、いうことになってきますね。で、ちなみにね、これ不合理っていうのを著しく不合理ってやってるじゃないですか。これなんでだと思います？これはね、どこまで裁判所が経営者の裁量を尊重するかって話なんですよ。憲法でも
意見審査基準の中でさ、厳しいものと緩やかなものあるじゃないですか、大雑把に言うと。で、例えば、まあ、例えばすごく一番緩やかなものと厳しいものって、なんでその基準が使い分けられるかっていうと、裁判所が司法府であるね、三権分立の観点から司法府である裁判所が立法裁量をどこまで尊重するかって話なんですよね。で、立法裁量を尊重すればするほど、あんまり厳しい基準でその立法府が作った法令を違憲にすることができなくなるから、そこのところは基準が緩やかな基準になってくるんですよね。まあ、逆に立法裁量が狭い部分のところは、やっぱり裁判所ってのは人権救済機関ですからそのね、立法府の方が人権を制約するような立法を作った時は、やっぱそこを厳しくね、人権救済の観点から判断しなければいけませんから、そこで基準が厳しくなります。で、その発想というのは実は憲法だけじゃなくて全ての、まあ、科目に、において妥当するんですけど、これがね、そういう発想なんですよ。この著しく不合理、要は単に不合理ではなくて著しく不合理である時に限ってね、この限定の要素ね、この著しく不合理である時に限って、全館注意義務違反になるっていうのは、やっぱりこう裁判所がなるべくね、経営者の判断を尊重するっていうね、その経営者の裁量を尊重するっていう発想から、あのこういう基準がね、出てくるっていうことになってきます。というわけでね、この限ってっていうね、そういう発想ね、著しく不合理と、ちょっと不合理だっていうぐらいで、それで全館注意義務で任務形態責任を忘れてしまったらね、まあ、結局あの意味がなくなってしまいますのでね、著しく不合理であるときに限って、これを肯定するんだってことね。で、これちょっと覚えるの大変そうですよね。だからちょっと大雑把に確認しておきましょうか。じゃあ全館注意義務違反、どういうふうに判断するんですか。あのこういう経営判断原則が問題となるときは、要は会社が経営者が利潤追求のためにね、まあ、冒険的な経営をしました。で、たまたま会社に損害が発生しました。で、その時に結果だけを見てね、まあ、損害賠償責任を負わせたらかわいそうですから、じゃあどう判断するか。そこでまず丸一、誰を基準にするかって言ったら、まあ、その人を基準にしたら、まあ、いつもあの全館注意義務違反がなくなっちゃうからまあそこでその同じような業界が属する通常の経営者、まあ、そこをまあ基準にしてですね、で、そのね、経営判断の基礎となったその事実関係の認識、そこに不注意な誤りがないかどうかで、かつですね、その判断の過程に、まあ、著しく不合理な点がないかどうかね、まあ、そういうところをまあ見ていくんだって、そんな感じで、まあ、自分の言葉で、まあ、私も言うために喋るためにコロ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 変わりますけど、でも趣旨が分かってるから、あのずれないんで、ぶれないんですよ。その許容範囲を超えて絶対に横に飛び出したりしないのね。必ずその核の中に収まりますけどね、その幹の中にね。で、そんな感じであのやってもらえるとね、すごく勉強楽になりますんでね。さて、で、今度ですね、この2つ目のブロックですね、9ページのね、経営判断原則、ね、今のね、判断枠組み、経営判断原則と言います。で、この判断枠組みの特徴は、裁判所は経営者の経営判断を尊重するためにね、経営の内容の合理性を直接審査するんではなくて、取締役の経営判断の過程の、ね、合理性を審査すると、まあ、裁判所の方がね、まあ、この経営判断の方の尊重をね、経営者の裁量を、まあ、尊重するっていうところだからね、結果に着目せずにこの判断過程のところを着目するんだということになってきますね。行政法の方でもね、あの同じようなことやってますよね。あの判断過程審査するときと、判断過程ではなくてやっぱ内容を踏み込んであの裁判所を審査するときがありますけど、例えばあの原子力発電所とかのさ、設置の、まあ、違法性とかが争われたようなときって、やっぱり裁判所ってその専門家じゃないからね、あんまりこの中身踏み込んで判断しづらいんですよ。だそこはある程度その立法機関や行政機関の判断を尊重しなければいけないから、そういう専門技術的なね、何か行政行為の意見、あのこの違法適法の審査するときは判断過程審査を使うことが多いですね。まあ、そんな感じの発想と同じですね。相手方の裁量が広いようなことに関しては、そういうね、中身の踏み込まずに、その過程をね、判断の過程をまあ審査すると、判断のね、過程の合理性をまあ審査するということをやってます。で、今度最後の使いどころなんですけど、経営判断原則を、ね、使っちゃいけない場面がありますので、これ気をつけておいてください。経営判断の原則は、ね、取締役が会社の発展や会社の利潤を追求するためにした貿易的な経営、ね、判断について、要は全館注意義務違反の範囲をこう、ね、限定するという、まあ、ものですよね。だから逆に会社の利益にならないようなね、明らかに会社の利益に反するようなことを意図的にやったような時にまで経営判断原則を適用して、その責任の範囲を狭くしちゃいけないんですよ。責任要件狭くしてはいけないんですね。だ、例えば故意に法令違反行為やったりとか、あるいはその取締役とね、会社の利益衝突するような、まあ、利益相反取引とか協業取引、こういう時にですね、あのこの経営判断原則を使ってやってしまいますと、これはね、この経営判断原則の趣旨が分かってないなっていうふうになってね、まあ、思い切り罰を、もらってしまいますのでね、この趣旨を踏まえてその適切な場面でね、これを使うようにしておいてくださいね。さて、で、今度10ページの方ですね、内部統制システムの構築義務というところを言っていきましょう。で、この点に関しましてはですね、この矢印のところです。内部統制システム、まあ、リスク管理体制ということもありますけども、それは、取締役の職務が、ね、法令定款に適合することを確保するための、まあ、体制ということになってますね。で、ちなみにこの次のところなんですけども、取締役会非設置会社における、ね、取締役、まあ、これあんまり論文試験に出ないと思うんだけどね、取締役会の非設置会社出たことがないからね。で、取締役会設置会社、こっちはあのよく出てますけど、取締役会設置会社における取締役会や内部統制システムに関する事項を決定する権限があります。ただ特に次の
のブロックですけど、大会社は、ね、その決定義務が出てくるんですよね。大会社、3つ目のブロック見てください。大会社、資本金が5億円以上または負債の額が200億円以上の、ね、会社です。そういう大会社の取締役会設置会社では、まず、ね、取締役会がです、ね、内部統制システムの整備を決定します。だから取締役会開いて、ね、うちの会社でもじゃあ法令に従って内部統制システムを作ろうじゃないか、それを決定します。でそうすると次は、ね、誰が何をやるかというと、3行目で今度取締役が動くんですよ。この決定に従って取締役は全館注意義務忠実義務の一内容として、取締役会においてね、会社が営む事業の規模や特性に応じた内部統制システムを決定する義務を負います。これは明文がなくて、これは全館注意義務、一般的な注意義務である全館注意義務からいきますね。明文があるのはとりあえず上のね、取締役会がとにかくこの整備の決定をするんだというところです。でここから明文がないんだけど、まあ全館注意義務のね、一内容で、そういうね、内部統制システムを決定するんだということですね。だここで具体的なその会社の規模に合った、ね、適切な内容のものをまあちゃんと話し合ってね、じゃあ今度こういうものを作りましょうというふうに決めます。でそうすると今度誰が動くかというと、取締役会の決定を実際に実行するのは代表取締役なんですよ。業務執行権限がある代表取締役ですので、そこで、代表取締役は、ね、次のところですけども、全館注意義務等の一内容ね、まあ、等の中に忠実義務入ってますけどね、全館注意義務忠実義務の一内容として、その取締役の決定に基づいて事業の規模等に応じた内部統制システムを実際に構築、まあ、取締役会で決めたことを実現するには、ほらいろいろ人を雇ったりとか、まあ、ある関係部署にね、調査を、まあ、こう命じたりとか、まあ、いろいろ指揮監督してですね、いろんな人を動かして、まあ、いかなければいけないんですけど、そういう形で構築する義務があります。そしてそういう、適正なその、ね、制度が、まあ、構築されたら、それをきちんとその後も、ね、適切に運用していく、まあ、義務も、まあ、出てくるんだということになってきますね。でこれですね、このところね、こんな感じの構造になっているというのを分かっておいてください。でそのまとめがこの次のところですね。2行ぐらいで書いてあるところなんですけど、見出しが内部統制システムに関する全館注意義務や忠実義務の一内容の整理です。まず1、取締役の取締役会での決定義務ですね。まあ、取締役会のところちょっとはしょってますけどね、取締役の取締役会での決定義務、それから、2、代表取締役等の体制構築義務と、ね、まあ、運用義務ということになってきますね。で後でまあやりますけど、任務形態のまあ問題っていうのは結局ほら取締役の義務違反、そこにまあ着目して任務形態まあ任用しますので、こうやってね、取締役の義務のところをこう着目して押さえておくとね、知識を押さえておくと論文試験にこの知識を、ね、使いやすくなると思いますね。まあ、上のところを覚えててもね、論文試験で使えなかったら何の意味もないわけですよ。だけどこれを論文試験に使うためにはね、あ、これが取締役義務という形で意識して押さえておくとね、まあ、その義務違反があったときに端的に任務形態責任の要件の一つの任務形態に当たるんだということになってきますので、まあ、覚え方もちょっとこう工夫を、ね、していくといいんじゃないかと思いますね。まあ、とにかくね、論文試験に役に立つように覚えるって感じですよね。まあ、予備試験の担当の場合は、まあ、とにかく過去問を解いてですね、まあ、知識をインプットしつつ、まあ、過去問を解いてっていう形で、まあ、あっちのはちょっと力勝負になってしまうところがありますけどね。論文の方は、まあ、論文の質で覚えようとするとすごく大変だからね、とにかく書けるようにするってのは結構大変なんで、覚えるところを少なくするためにね、ポイントをちゃんと把握していくのは大事だと思います。でそんな感じでですね、次のブロックちょっと飛ばしてね、最後のブロック見てください。これ平成28年の司法試験のですね、試験考査員の採点実感、をちょっと抜粋しました。司法試験の場合はね、試験考査員がね、試験終わった後にいい答案と悪い答案こんなものですよってことをちゃんと教えてくれますからね。でその採点実感ちょっと抜粋しましたけども、大会社である取締役会設置会社においては、まずスタートは取締役会ね、取締役じゃなくて取締役会なんですけど、取締役会は内部統制システムの整備を決定しなければならず、で今度取締役につながるんですけど、そこで明文がないからね、全館注意義務を使ってきますね。全館注意義務や忠実義務の一内容としてね、取締役は取締役会において会社がいたのも事業の規模や特性等に、ね、応じた内部統制システムを決定する義務を負うんだと。で決定したら今度は業務執行者がね、各現場の方に指揮監督をして、ちゃんとその構築をしていくと、で運用していくということになってきます。まあ、その後ね、代表取締役等は取締役の決定に基づいて事業の規模等に応じた内部統制システムを構築して、で構築した後ちゃんとね、運用をする、義務を負うんだということね。まあ、明文はないんだけど、これ一般的な、ね、注意義務である全館注意義務とか忠実義務というところから導いていきますね。でそうするとこれの違反があると、後でやる任務形態責任の成立要件の一つの任務形態に当たるんだと、まあ、いうことになってきます。でこれ今出てきましたが、11ページのところですね、内部統制システムのですね、特に決定義務のところは、決定義務のところよりもね、この後のね、この構築義務と特に運用義務ですね、特に運用義務のところは事案ですごく問題になりやすいので、ちょっとまあ見ていきましょう。とりあえず E のところでね、最初のところ、取締役が全館事義務の一内容として、さっきのね、決定義務構築義務や運用義務に違反したことで会社に損害発生させた場合はね、全館事義務に違反したものとして任務形態に基づき損害賠償責任を負うんだと、会社に対して損害賠償責任を負うと、第三者に損害発生したときはね、まあ、429条1項で、まあ、同じようにね、損害賠償責任を負うということになってきますね。
で今日は後で423条の話だけやります。で今度はこの次のところですけども、まずね、体制構築義務ね、要は構築義務の内容ですけど、最高裁はですね、2行目のところです。取締役は通常予測される不正行為を防止しうる程度の管理体制を構築する義務を負い、まあ、巧妙にね、偽装するという通常容易に想定しがたい方法による不正を防止しうる程度の、管理体制を構築する義務までは負わないということになってきますね。だからまあなんかすごい巧妙にね、悪いことをやられちゃった時でも、まあ普通のね、こう体制さえ整えていれば、まあ十分その不正を防止できたっていうことをやっていけば構築義務違反にはならないと、構築義務違反を理由にね、全館注意義務違反で任務形態責任は追及されないということになってきますね。で今度ね、運用義務です。この次のとこです。運用義務の内容についてはね、取締役は相当な内容の内部統制システムが外形的に問題なく機能している場合は、これどう見ます？皆さん、ここのところ、まあ、取締役って会社にね、まあ、取締役や設置会社なら少なくとも3人、あるいはね、会社の規模に応じてはもっとたくさんいるかもしれませんけど、他の取締役がですね、この運用義務違反によりね、何かこう従業員がやった不手際を責任を負わせられるっていうのは一体どういう時なのかってことなんですけども、取締役が基本さ、現場の従業員一人一人をこうもう目こう配って監視するわけにもいきませんから、ちゃんとその構築、その手前のね、構築義務レベルのところで会社に合った体制ができてるんであれば、それはある程度やっぱさ、その従業員信頼していかなければいけないんじゃないかと思うんだよね。まあ、むしろ、取締役がその従業員の一人一人に対してこう目をね、配っていかなければいけないとなると、取締役が取締役としての仕事ができなくなってしまって、結局会社の所有者である株主のためにならないんですよ。まあ、そういうのをこう配慮しまして、この運用義務の内容、こういうふうに配慮されています。運用義務の内容について、取締役は相当な内容の内部統制システムが外形的に問題なく機能している場合は、あえて疑念を差し挟むような特段の事情がない限りね、他の役職員の報告通りに業務が遂行をされているものと、ね、信頼することが、まあ、強要され、その信頼に基づき他の役職員の業務遂行の内容を確認しなかったとしても、だから、ね、こう確認しなかったとしても運用義務違反はないと、つまり全館注意義務違反もなければ任務形態もないという形で、まあ、やっていきます。でよく事案で問題になりやすいのはこの運用義務ですね。まあ、結局ちゃんとした体制が、まあ、できているような中で、本来さっき言った通りさ、取締役って監視義務を負うわけなんですよ。だから他の取締役の業務執行に対してこう本来だったらこう、ね、任務形態を追うような地位にあるんだけど、そういう体制ができているときはやっぱそれを体制信用していいという形になってきますね。このあえてね、疑念を差し挟むような、まあ、特段上がなければね、まあ、別に自分でわざわざ確認しなくてもいいんだという形で、なっていきます。さてで今度次いきましょう。これ後でね、論文でやりますから、このちょっとね、この体制構築義務のところ少し別にこれだけじゃないんだけどね、ちょっとこれ後でちょっと論文の問題作ってありますので、また後で思い出してもらいます。さてで今度ですね、ようやく任務形態責任の話、はい、入ってきますね。12ページのところですね。第5章ね、役員等の損害賠償責任で、縦1の会社に対する損害賠償責任ですね。で括弧1の異議のところです。取締役で、今日はまあ取締役しかやらないんですけど、まあ、他にもですね、まあ関係作業とか監査役とか執行役とかね、まあそういう役員等はですね、その任務を怠ったことにより会社に損害を生じさせたときは、会社に対して、ね、損害賠償責任を負うと、いうことになってますね。でこういうのは任務形態責任って一言で言うことがありますね。結構この、ね、右下の関連問題ってところなんですけど、司法試験結構出題頻度高くてね、平成18年、19、22、24、26、27、28と、まあ、ずっと出てます。で予備試験では30年ね、まあ、このところは任務形態責任が結構メインでね、出ておりますね。で要件を確認しますね。括弧2のところです。要件で矢印のところですけど、論文試験で423一項責任を論じるときはね、各要件の充足性の検討が重要となることが多いのでね、まあ、次の論証例みたいに簡単に書いちゃって当てはめて勝負するんだという感じで思っておいてください。まあ、事実をしっかりとね、抽出して、まあ、評価してそっちで勝負をするというような発想で持っておいてください。で一応この論証例の要件はね、この下の司法試験の平成28年のね、出題の試にも合うようなちょっとこう要件立ててあります。先に出題の試見ちゃいましょうか。一番最後のところですが、設問3においては、取締役は株式会社に対しその任務を怠ったこと、かっこ任務形態によって生じた損害を賠償する責任を負うこと、423条1項や任務形態責任はね、取締役の株式会社に対する債務不履行責任の性質を有するため、任務形態、会社の損害、任務形態と損害との間の因果関係に加えて、取締役の奇跡治癒が必要だと、まあ、明文には書いてないんだけどね、まあ、奇跡治癒、423条の1項にはまあないんだけど、まあ、奇跡治癒がまあ必要だと、まあ、428の、ね、1項を見るとちょっと間接的に、ね、奇跡治癒が要求されてるんじゃないかということがまあ読み取れるんですけどね、423の1項には直接書いてあるわけじゃありませんけど、まあ、一般的には、ね、この要件が要求されると。で上の論証例です。
論証例423条1項に基づく役員等の会社に対する損害賠償責任が認められるためには丸1役員等の任務形態、そして丸2奇跡事由ね、これまあ故意または過失でもいいですけどね、まあ、奇跡事由ってまとめてくれてもいいです、それから丸3会社の損害発生で、意外と論文試験結構大事なのこの因果関係なんですよ。丸4のところでね、任務形態と会社の損害発生との間の、まあ、因果関係っていうところですね。あとここね、損害のところはね、会社の損害、会社のってのを入れるようにしておいてくださいね。それ忘れちゃうと429条のね、第三者の損害賠償責任とこう区別ができなくなっちゃうからね、まあ、会社の損害ってところをやっておいてください。取締役の任務形態で第三者に損害が発生したときは423じゃなくて別の条文ね、429条の方でまあ処理することになるんでね、まあ、ちゃんとこの423使ってますよということを明らかにするために会社のっての絶対はしょんないようにね、しておいてください。でですね、結構こうね、大事な要件ってまあ因果関係のところとね、任務形態のところなんですけど、任務形態のところ、この13ページの一番上のところを見てください。任務形態の、ね、内容、一般的に類型的に整理すると次の1、2、3の3つのものがあるんですよ。まず1つが1、取締役をはじめとする役員等を名当て人とし、会社に対するね、一般的注意義務を課す全館注意義務とか忠実義務の規定、だから全館注意義務とか忠実義務に違反するようなことが任務形態になります。まず1つね。でもその他にね、2、のところですけど、一般的な注意義務を具体化して取締役がその職務遂行に際して遵守すべき、ね、義務を個別的に定めた規定ですね。これに違反したら、ね、別に全館注意義務とか忠実義務って話をせずに、その規定に違反していること自体が、任務形態ということになってきますね。はい、具体例皆さん何か出てきます？この今の2の具体例、例えば今日私がちらっと雑談があったら話したものの一つで言えば、例えば取締役会設置会社において取締役が利益相反取引をしようとした場合は、取締役会にね、まず事前に重要な事実を開示するしなければいけないんですよ。それ取締役を名当て人とした義務規定になってますから、だからそういうね、利益相反取引に先立って取締役会に重要な事実を開示しないっていうことがありまして、その後、まあ、結果ね、会社に損害が発生したっていうことになれば、まあ、それはここで言うね、任務形態、その重要な事実を報告しなかったというね、こと自体が任務形態に今なってくるという感じになってきますね。というわけでね、この個別の規定があるときはちょっと気をつけてください。で、逆に言うと個別の規定があるのに全館注意義務とか忠実義務って書いちゃったらダメなんですよ。そこのところは個別の規定があるんだったらそっちを使わなければいけないからね、単にそれ知らなかったんじゃないかってことになっちゃうから、だからぜひ会社の勉強、あれだな、会社の勉強するときにぜひね、ちゃんと基本知識のインプットしながら条文をね、一回引いて、こういう条文があるんだったところは確認しておくといいんじゃないかと思いますね。あとは丸3のところですけども、取締役を名当て人とするものだけではなくて、会社を名当て人とするね、法令ですね、そういったものに違反することもここでいう任務形態に当たるっていうふうに言われてます。例えば会社名当て人とするものとして独占禁止法とかね、いろいろ特別法になるんですけど、そういうものに違反をね、した場合どうなっちゃうかっていうと、会社の信用が下がるじゃないですか。そうすると、やっぱりいろいろね、会社の信用下がると、会社の売上が下がったり株価が下がったりとか、その他いろいろ会社に損害が出てくることがありますのでね、そういうような形で、このね、こういったものもちゃんと任務形態、これで会社に損害が発生したら、責任を負わなければいけないということでね、任務形態の内容になってくるってことですね。というわけで、ちょっとね、今覚えちゃってください。任務形態の内容、類型化すると大きく抽象的に言うと3つのものがありますけど、1つが、でこれあれか、逆に一般的な注意義務違反の方先に行っちゃうとそっちが目立っちゃうから、まず丸3から覚えていくか。まず会社を名当て人とする法令があった場合は、それに違反していること自体がね、もうここでいう任務形態になってきますね。ただあんまり出にくいと思います。このね、特別法ね、独占禁止法とか、前に実はちょっと古市法試験の問題でね、出てたことがあるんですけどね、もちろん古市も今の現行の新司法試験の制度なんですけど、初期の頃にね、独占禁止法違反の事件をちょっとこう出してきたんだけどね、あれは司法試験の選択科目の一つである経済法の分野とかぶっちゃうんで、ちょっと不公平じゃないかっていう声が出たんで、それ以来ね、独占禁止法は会社法で出なくなりました。会社のちょっと合併絡みの問題でね、ちょっと独占禁止法との関係でちょっと問題があるように出たんだけど、ちょっとこう選択科目でね、経済法を取ってる日が有利になっちゃうんじゃないかっていうんで、だいぶ批判されちゃったんでね、出なくなりましたね。いずれにしても会社を名当て人としているような法令ですね。今日はね、後で言わない方がいいね、後で過去もちょっと問題文やるときにやっていきましょう。それと、2のところでね、その取締役をその名当て人としている個別の規定ね、これに違反した場合も、任務形態になりますよと。でそういうものがなかったときに、最後に一般的な注意義務規定ね、そっちの方は見てもらえればと思いますね。そうするとほら、さっきのさ、リスク管理体制のところで取締役自身のほら個別の規定ってなかったじゃないですか。だからあそこでしょうがないから、全館注意義務っていうのを使ってますけど、そういうときにね、この1っていうのを使っていきますね。他に個別の規定がないからね。
さて、であとはね、次のところ最後14ページのところですね。これであの基本知識終わりになりますのでね、これ確認しておきましょう。こちらは責任追及との訴えね、まあ、役員等の責任追及の訴えで株主代表訴訟なんて言われることがまああります。で矢印のところですけども、役員等のね任務怠により会社に損害が発生した場合、株主は役員等の責任を追及するね、等の訴え、これを責任追及の訴え提起することができますね。まあ、代表訴訟ということもあります。まあ、847条ね、まあ、これも結構ね、あの今日はやらないんですけど、結構これも論文試験で使うあの機会が多いので、条文ね探してると時間もったいないから847条は覚えておくと、まあ、いいと思いますね。まあ、恥じないように行動してね、代表訴訟を起こされないようにするということで、まあ、恥じない代表訴訟とかなんか適当に語呂合わせで、まあ、覚えておけばいいんだ、いいと思うんだけどね。恥じない847、恥じない代表訴訟ね、まあ、とにかくあの条文探さないようにね、あのすぐパッと出てくるように、まあ、しておいてください。で今度次のところですけども、役員等の任務怠惰により会社に損害発生した場合ですね、会社は役員に対して損害賠償請求することができますね。まあ、しかし役員との仲間意識から会社が役員等の責任を追及しない可能性があるため、会社法は株主が、ね、役員等の責任を追及できることをまあ認めたということね。だから要は慣れ合いで責任追及されないことがあるからね、そこで株主に責任追及する手段をまあ与えたと、まあ、それが制度趣旨になっています。今日はやんないんですけど、この制度趣旨が分かっているかどうかを試す応用問題があの司法試験の方で出題されてますね。あの普通はね、取締役に対する責任追及の典型例は今あの言ったようなのは423責任ね、任務怠惰責任なんかが典型的なんだけど、そうじゃなくて売買契約に基づく目的物の引き渡し債務、それをこの代表訴訟であの訴えることができるのかっていう問題が司法試験でまあ出たんですよ。でこの趣旨から考えたらね、結局まあそういう任務怠惰責任だろうが取引上の債務だろうが、やっぱ取締役間の慣れ合いで責任追及されない恐れがあるっていう点では同じなんですよね。ですので、まあ、そういう場合にもね、代表訴訟が使えるんだというふうにまあ書くのがね良かったのかとは思うんですけどね。まあ、実際そういう判例もありますけどね、まあ、そんな感じのが出てましたね。なんでたまにこの趣旨をね使う時がありますね。まあ、慣れ合いで、慣れ合い防止のためっていうことをね、一言で押さえておいてもらえればと思います。さてで今度縦2のところですけども、括弧1、会社に対する提訴請求ですね、株主で一応公開会社の場合はね、6月前から株式を保有する株主ということで株式保有要件がありますけども、株主は会社に対し、会社が責任追及の対象となる役員等に対しね、責任追及の訴えを提起するよう請求できます。いきなり訴え提起はできませんのでね、まずは提訴請求、しますね。でこれあの単独株主権と言われてまして、別に1株だけしか持ってないような株主でもできます。まあ、会社法の制度はですね、全般的に見ていくと、その権限の乱用防止のためにね、一定の株式数以上持ってないとまあできないものもまあ結構あるんですけど、この代表訴訟はね、やっぱりその株主によるその役員のね監視の手段として最もまあやはりこう効率的なものですので、単独株主権ということでね、一株でもあればまあできるということになってます。そしてこの次のところですけどね、株主の提訴請求があった場合は、あの普通はさっき今日最初にやりましたけど、代表取締役ってさ、会社を代表する権限、それは裁判所の行為も代表するから、訴訟が起こされたときはその代表取締役がですね、その会社を代表していくことになるんですが、ただこの責任追及の訴えはね、やっぱりこの慣れ合い等が問題になっちゃいますので、監査役会設置会社では監査役が会社を代表して訴え提起するという形でね、ちょっとこういう特別な規定がありますのでね、まあ、過去問でもこれ1回出たことがあります。その後括弧2で株主による訴え提起、提訴請求の日から、ね、60日以内に会社が責任追及等の訴えを提起しないときはね、株主は責任追及等の訴えを提起できますよと。ただね、意外とこの最後のところなんですけど、この今の60日が経過してしまいますとね、会社に回復することできない損害生ずる恐れがあるときは直ちにね、提訴請求を経ずに、訴え提起ができるんだということになってきます。で結構論文試験の問題過去問見てるとね、あの、まあ、代表訴訟の形式で責任追及できるかどうかを聞くときもありますので、そのときは一応こういう理解をもとにですね、ちょっとこう答案をね作ってもらえればいいんじゃないかと思いますね。で肝心なその責任追及の訴えの対象なんですけれども、15ページのところを見てください。一応ね明文化されてます。でまず丸1のところですね、丸1、これが一番使われる機会が多いと思うんですけど、423条1項のね、いやさっきの任務怠惰のやつですけど、423条1項の役員等の任務怠惰責任に基づくね、会社に対する損害賠償責任をはじめとする条文上こうなってます。役員等の会社に対する責任ですね、役員等の会社に対する責任、典型例が423責任だってことになってきますね。でさっき言ったあの取締役の、ね、会社に対する売買契約に基づく目的物の引き渡し債務、まあ、実際不動産の登記の移転義務だったんですけど、それがこれに当たるかどうか、この、ね、条文上の文言でいうとこの役員との会社に対する責任に当たるかどうかってことを、ね、あの検討して、さっきの趣旨から、ね、慣れ合い防止の趣旨は取引上の債務についても妥当するからこれに当たるって形でやったら、もうパーフェクト答案になるんじゃないかと思うんですけどね。そんな感じの問題が出てましたね。あとその他ですね、結構こう、この、ね、訴えの対象広くてですね、
丸に、これ102条の2の1項なんだけど、要はあの仮想払い込みですね、まあ、出資の履行を仮想した設立時募集株式の引き受け人の金銭の全額支払いを求める訴え。でこれ面白いのが、あの普通この代表訴訟責任追及の訴えっていうと、その相手方が役員しかいないような気がするじゃないですか、よく勉強してないとね。でも実は役員以外の人が実はこの訴えの対象になってますね。でそれが分かってるとね、平成30年の司法試験の会社法、あれはね、これが出たんですよ、この丸5のやつ、120条3項、あの株主の権利行使に関して、あの利益供与しちゃいけないんだけどね、その利益供与の禁止に反して、その会社が利益を、株主の権利行使に関して利益供与しちゃったんですね。で、その利益を受けた相手方に対して、この責任追及の訴えね、まあ、できるかどうかっていうのをちょっと一つ検討をするのが出たんですけどね、まあ、それ知ってると、あのこの論点気づきやすかったのかなっていうふうに思うんですよね。あ、役員の人以外に対して何か責任追及の訴え提起できる時ってどういう時だったかなっていうと、それ全部結局ここにあの847条の1項に明文化されてるから、そこ見るんですよ。まあ、そこ見なくても気づく人は気づくんですけどね、あのその事案見てね、利益供与って気づかなかった人も、まあ、結構そこそこいたみたいなんだけど、まあ、そういう時に気づかなかった人でも、まあ、今回その役員以外の人に対して何か責任追及の訴えを起こそうとしてるけど、そんなことができる時ってどういう時だったかなって言って、でこの847条の1項を引くと、まあ、こうやって書いてあるから、あ、で、あ、利益供与あったな、あ、今回これに当たるんじゃないかなってことで、それで多分あのこう論点ね、うまくこう拾って、なんとか合格答案書くことができたんじゃないかと思うんだけどね、まあ、そういう意味でね、この責任追及の訴えのこの対象 で役員以外の人がその、ね、相手方になる時がありますので、それを抑えてるとね、論点抽出の時に役に立つ時がありますからね。特にこう平成30年の司法試験、利益供与も出てますけど、この、丸5の、ね、ところが見つかればですね、利益供与が問題になってるなっていうのが分かりやすかったんじゃないかと思いますね。まあ、事案見てね、結構複雑な事案だったから、あの単純に利益供与ってなかなか認定、一見認定しづらい事案が出たんですよね。でもそういう時にこれをヒントにね、まあ、とにかく役員以外の人に対して責任追及の訴えを起こそうとしている場面だから、絶対これのどっかに当たるはずだと。でこの中で当たりそうなのはまあ利益供与ぐらいしかない、まあ、他のは明らかに当たらないから、まあ、利益供与ぐらいしかないなってことになるからね。そこで利益供与の要件、120条にまあ要件ありますから、その要件検討してね、なんとか事例が処理できたんじゃないかというふうに思いますね。設問確か2かなんかで出てたと思いますので、あの機会があったらぜひ見てみてください。さて、じゃあ今日の本題いきましょう。これからですね、ちょっと事例問題をちょっと皆さんこの場でね、頭の中で考えてもらって、それでね、ちょっとこう回答例なんかを確認してね、答案の書き方を学んでいこうと思います。18ページを開けてください。18ページのところですね。でまずね、この事実の縦位置のところです。今回取締役3人出てきまして、その3人に対するまあちょっと責任追及のね、ちょっとこう法律構成を考えてもらうと思うんですね。これから取締役が3人出てきますのでね、その3人に対するまあ責任追及の手段を考えてもらおうと思います。ではいきます。縦位置のところですね。まあ、株式会社、以下公社と言いますが、冷凍食品の製造販売を営む会社であり、世界各地の、ね、民族料理について現地の味を再現した商品を消費者から支持を、得ていました。で、公社は、ね、取締役会設置会社であり、大会社ではない会社ということになってますね。ちなみに今ね、この2行目、縦字の2行目でね、世界各地の民族料理について現地の味を再現した商品が消費者から支持を、まあ、得ていたってことになってるんだけど、そういうことでちょっと先取りしたんだけど、19ページの1行目、他方取締役 C は、後者の代表取締役以外の取締役であって、開発部門を担当していると。で C は新商品開発のために日本人の口に合う未知の料理を探し求めて長期の海外出張中だったと。要はね、他の取締役がちょっと任務けたやって会社に損害発生させちゃうんですけど、この人の監視義務違反をね、まあ、見るときに、この人会社のために結構頑張ってるんだと。もともと会社っていうのはね、こういう今の縦位置の、まあ、2行目のところにあった通りね、その世界各地の民族料理について現地の味を再現した商品ね、それが消費者に支持を得たというね、こんなことでまあ利益上げてるような会社だから、まあ、この取締役 C がね、まあ、たまたま海外出張中で、ありましたけど、まあ、ちゃんとねこの会社のためにやってるなってことがちょっと読み取れると思いますね。まあ、これ後で監視義務、要はこの人のね監視義務違反とかその他のこと責任のところが、まあ、どうなるのかってことに多少ね価値判断に使えると思います。さて、で今度また、縦位置のところですけれども、2段落目ですね。後者では、事業規模が拡大したことに伴いですね、でこれ大会社じゃない会社だから気をつけてくださいね。さっき基本知識のところでやりましたけど、大会社の場合は体制構築部、リスク管理体制ね、決定する義務がありますけど、これ大会社じゃない会社なんですよ。でそういう会社で一応この2段落目のところですけどね、縦1の2段落目で、会社は事業規模が拡大したことに伴い全社的なリスク管理体制を整備することとしね、特に、商品、食品会社であることから品質管理に重点を置きね、検査の精密化、問題発生時の対応マニュアルを策定、それから情報伝達の決定、経路など、ね、細かく定められました。でこれに従えば、ね、進出上の問題が生じた場合、その情報については現場担当者から、ね、責任者に伝えられ、まあ、食品製造している会社だから、ね、まあ、工場になっていると思うんだけどね、その現場
の担当者から責任者に伝えられ、そこから担当取締役に伝達される過程で他の取締役にもね情報が共有されることになっていたということですね。なんで一応これ大会社じゃないんで、別にこういう構築決定する義務はね取締役会の方にはないんですけど、まあそれをあえてねこう一応やってるという感じですね。義務ではないけど権限はありますからね。さっき基本知識のところで確認した通りね、権限はあります。まあこういう事例におけるねその構築義務運用義務っていうのはどうなるのか、まあっていうところが一つはちょっと頭で考えなければいけないんでしょうね。ちょっと典型的なところじゃないからね。で、今度次のところですけども、縦にですね、後者はでちなみにそうだ、今のこの内容結構その体制の内容しっかりしてませんか。まあ、別に今回大会社じゃないから決定義務があるわけではないんですけど、まあ、仮に決定義務があったらその構築する義務が出てくるじゃないですか。各取締役これ十分構築義務尽くしてるぐらいのちゃんとした内容になってますよね。まあ、それを前提にね、後でちょっと運用義務の方が問題になりますけど、ただこれがまあ大会社ではないのでね、そこのところをどうやって頭使ってまあ処理するかという話になってくると思いますね。で今度縦さんのところです。まだか縦にのところですね。後者は会社の知名度を上げて業績をまあ伸ばして、で株主の利益を、ね、向上させていく契機とするために発行する株式を国内の、ね、金融商品取引所に上場するという計画を進めていくことにしました。で後者は、ね、まあ、3年計画で上場を目指すこととし、このため対策チームを立ち上げ、ね、具体的に計画案を策定で、まあ、いろいろ作業を進めたと、まあ、とにかくなんか株式を上場しようとしたと、大雑把に言うとね、まあ、そんな感じのところです。でこの後ね縦さんでこれ取締役 B がこれ一番悪い人なんですけどね、まあいろいろこの不祥事をね隠蔽しようと、まあ、しちゃうんだけど、ちょっと見ていきましょう。なんで隠蔽しちゃうかっていうとね、まあ、会社が上場を目指している中こんな不祥事があったってことが世の中に知れたらちょっと上場もできなくなっちゃうかもしれないし、まあ、自分の責任追及にもの問題にも発展しかねないってことでね、それでまあちょっと不祥事を隠蔽しちゃうんですけど、ちょっと見ていきますね。縦さんです。取締役 B は後者の代表取締役以外の取締役でありまして、後者の取締役会の決議によってね、同社の品質管理を含めた製造販売部門の業務を執行する取締役です。まあ、業務担当取締役ということもありますね。で B はですね、生産ラインの従業員からね、まあ、実際工場の、まあ、そのね、生産ラインの従業員から直接、期間限定で発売している商品について食品衛生法上ね、日本では使用が認められていない添加物が含まれている疑いがありましてね、その旨の報告を受けました。で B が問題となっている素材のサンプルを使って、独自に検査機関に検査を依頼したところね、検査結果からやっぱその報告通りね、やっぱ使っちゃいけない、法令上使っていけないいいものがね、入っているということが確実になりました。でこれに関しましてね、これに関して、B は当該事実を公表し真摯な反省を表明し消費者の信頼回復に努めた方が一時的な売上の減少や、収益のね、悪化は見込まれるものの、抽象的に見れば後者の損失が少なくなるものと一回はまあこうね、思ったんですけど、結局事実の公表によらさっきやってたあの上場の計画ね、まあ、上場計画に支障が生じてしまうことを恐れ、さらにはね自らの、まあ、責任問題に発展しかねないということを危惧しまして、リスクはあるものの不正が発覚しないことにね、望みをかけて、事実を隠蔽することに、まあ、してしまったと、まあ、そんな感じのところですね。まあ、確かに食べ物絡みって人の健康に影響するからね、こういう使っちゃいけないものをね、こう知らない間に消費者に口にさせたってことを隠すとね、会社が潰れる可能性もありますよね。まあ、皆さんあまりこうね若い人が多いと知らないかもしれないけど、昔雪印っていうね、まあ、会社ありましてね、やっぱこういろいろこう問題をね隠蔽してしまったら、まあ、信頼取り戻せないでね、やっぱ一回ちょっとこう会社がね、こう体制変わってしまいましたよね。まあ、そんな感じで特にこう食品会社っていうのはね非常にね、やっぱ人の健康に直で影響するものですから、人の口に入れてはいけないようなものをね、食品の中に入っているということになったらですね、やはりこうそこのところは気をつけなければいけないと。まあ、雪印の事案は別にこういう事案ではなかったんですけどね、まあ、いろいろとにかく食品絡みのところってのは非常に、ね、気をつけなければいけないところになってきますね。まあ、そんな中でですね、この後一方でっていうところですけども、代表取締役 A はね、今回3人取締役の責任ちょっと考えてもらいたいんですけど、まず1人が今の B なんですよ。まあ、こいつ一番悪そうですから、まあ、これなんか責任多いでしょう。で今度次代表取締役である A ですね、代表取締役で A は B の不審な動きに気づき何かしらの問題が起きていることを察知したんですが、B にね何か問題でもあったのかと問いかけるのみで、これに対し B が半然とした受け答えしなかったにもかかわらずね、B との接触が確認された、従業員に直接報告を求めたりね、独自に調査を始めたりするといった手段を講ずることもなくね、これで放置したと。最終的にね会社が信用を落として会社に損害発生してしまうんですけども、この、大取 A さん、どんな理由でね任務形態責任を負いうるのかっていうのをね、そこをちょっと考えてもらいたいんですよね。でこういう時にほらさっきの話
任務形態の内容って類型的に言うと3つのものがあるじゃないですか。まず会社を名当て人とする法令違反、それからその取締役を名当て人とする法令違反、それからその、ね、一般的な注意義務違反として、まあ、全館注意義務とか忠実義務に違反するものなんですけど、必ずそれのどっかに当たるはずだからそこを検討するんですよね。まあ、検討の結果それに当たらないってことはあるかもしれないけど、その視点としてはね、任務形態責任を検討するときはもうこの3つの視点ね、会社を名当て人とする法令違反、取締役を名当て人とする法令違反、そして、それがなければ最後の手段で全館注意義務とか忠実義務みたいなね、その一般的な注意義務の違反、そこのところを見ていきますね。でいずれも当たらないときに初めて任務形態がないっていうねことになってきます。さて、で今度、ね、もう最後の取締役が C さんですね。19ページの C さん、一番1行目のところですね。19行目1行目、他方取締役 C は後者の代表取締役以外の取締役であって、開発部門を、ね担当していると。で C は新商品開発のために日本人の口に合う未知の、ね、料理を探し求めて長期の海外出張中であったということですね。要は会社のために頑張ってるわけですよ、会社の事業目的のためにね。でそんな中で、添加物混入の件がね、通常の伝達経路をたどっていたならば C にも知る機会だったと。さっきのね、前のページの縦字のところで体制がね、そのリスク管理体制書かれてましたけど、通常だったらね、C にも知る機会があったんですが、しかし、品質に問題が生じた件は品質管理マニュアルに従わずね、従業員から担当取締役である B に直接伝達されてしまったため、C には情報の伝達を受ける機会がなく、でここはあまりごちゃごちゃやらなくていいです。とにかくね、マニュアルに従わなくて、その C の方にね、その伝わらなかったという感じですね。でこういう C さん、果たして何か責任を負うのかどうか、任務形態責任を負うのかどうかってところがね、問題になってきます。で今度縦4ですね。で最終的に会社に損害が発生する場面がここです。任務形態責任、423責任が、ね、問題になるときで絶対に会社に損害が生じなければいけないんですよ。第三者に任務形態で損害が生じたときは429条責任が発生しますけどね、423条責任が問題になるときは必ず会社に損害が発生しなければいけませんので、それが最後の縦4です。しかし後者の従業員が添加物の混入に関する事実をマスコミに公表したことによりね、そのさっきのことが世間に知れ渡ることになりまして、でその事実を隠蔽しようとした対応も含め、ここが一番許せないですよね。自分、皆さんどうですか、皆さん次第なんだけど、私が自分消費者だったらここ許せないね。もうやっちゃった、知らずにやっちゃったことはさ、それはもう、もうそこ謝ってくれてね、損害があったらそれ賠償して、で世の中出回ってるものがあればそれを回収してくれれば許せるけど、もうそのね、口にしちゃいけないものを、その黙ってそのまま作り続けて売り続けたとか絶対許せませんのでね、隠蔽しようとした対応も含めてね、後者の商品に対する消費者の信頼失墜し、売り上げも大きく減少したと。普通は大体このまま倒産に行くんでしょうけど、今回はそこまでは書いてないですけどね。でこのため当面の間ね、後者は株式を上場できないことが確定的になってしまったということですね。こんな感じで、名古屋県のところはあまり気にしないでください。で今度設問のところですけど、で今回これ簡単にするために、損害の内容をね、一時具体的に特定しないで済むように、事実4に示された事実により後者に生じた損害につきって形で、これを前提に、ね、損害のところはあまり細かくやらずに書いてもらえればと思うんですけどね、事実4に示された事実により後者に生じた損害につき、取締役 A、B、C が、ね、後者に対して損害賠償責任を負うかというのを論じてくださいということで、やりました。じゃあ、はい、皆さん、ちょっと頭の中で一緒に考えましょうか。私回答例作ったんだけど、その回答例と違うことを言う可能性もありますからね、ここでちょっと一緒に考えていきましょう。まずですね、今回一応なんかリスク管理体制っていうのがあるから、これをなんか参考に、作れないのかとか、何か法律構成できないのかって話なんですけど、大会社であればね、取締役会が決定義務があって、その後取締役の方で構築義務とね、その後運用義務っていうのがありますけど、今回大会社ではありませんよね。でも大会社でなくても、さっき基本知識のところの最初の方で確認したんですけど、その決定権限は持ってるんですよ。大会社ではない取締役会もそういうリスク管理体制を決定する権限を持ってます。ですので今回その権限にね、法令上の、権限に基づいて、リスク管理体制を作っているということになりますので、そこのところを踏まえるとどうですか。法令上の権限に基づいてそういう体制が構築されたんであればね、その内容が合理的である限りさ、その構築されたその、ね、制度の、に従ってやっぱりそれを運用していく義務というのが生じませんかね。どうでしょう。これも現場思考なのよ。だから本に書いてないからね。なんで、今回例えばそういうふうに考えていくと、このリスク管理体制のところを使ってね、いろいろ考えることができるんじゃないかと思うんですよね。ちなみにそれ使えないとどうなっちゃうかというと、普通にね、
例えば、まあ、全館注意義務とかも忠実義務違反になるかどうかっていうのを一人一人、まあ、見ていくぐらいのことしかできないと思うんですけど、一応このリスク管理体制っていうのが、まあ、あるっていうちょっと特殊事案ね、踏まえて、行った時にですね、じゃあそれをどれぐらいその答案の中で考慮しなければいけないっていう話なんだけど、まあ、法令上ね、別に大会社ではない取締役会でもその決定権限を持ってるんですよ。でそういう法令上の、まあ、決定権限に従って、まあ、そういう制度ができたのであれば、やっぱそれは内容が正しい限りさ、運用する義務っていうのができそうじゃないですか。でその運用義務の根拠って何になると思います？それはやっぱりその全館注意義務とか忠実義務の一内容として追うんじゃないですか。だからまあ大会社ではないけど法令上の権限でね、内容が正しいその構築リスク管理体制を作ったんであれば、取締役は全館注意義務とか忠実義務の一内容としてね、ちゃんとそれを適切に運用する、まあ、義務があるんだというふうに例えば考えるのはどうでしょうか。まあ、今日の、ね、基本知識を使ってやった場合ですけどね。でそういった時にまず、この一番悪いことをやらかしている B さん、なんですけども、この方はもうあの運用義務 もう何もね、あのもう隠蔽を自ら意図的にやってますから、ここはあんまりごちゃごちゃやらず端的にあの全館注意義務とか忠実義務違反認定してね、でそれで任務受けたいというのはありなんだと思うんですよね。あと同時にあの食品管理法、あのこの食品衛生法ね、まあ、これに要はね、違反するようなこともやってまして、でこれ事業主が、まあ、事業主が規制されてますけど、今回でいうとこの公社が規制されてます。だから要は会社を名当て人とする法令に違反することになってますから、そのこと自体もあのこの任務形態になってくると思うんですよね。このね、食品衛生法違反の行為をやってしまったということ自体も任務形態になるでしょうし、同時にね、全館注意義務とか忠実義務にもまあ同時にね、そこのところでカバーできないようなところ、その単に食品衛生法に違反したっていうところだけじゃなくその隠蔽をしてしまったというね、ところ、まあ、そういうところを捉えて全館注意義務と忠実義務に違反するんだというのを構成してもらえればね、まあ、一応2つ任務形態が出てくるんじゃないかと思うんですよね。そこはね、まあ、いろいろその一つの事あのそのね、一つの問題の中で複数のこう事実を捉えてそれぞれ法律構成できるんだったら、それは指摘しておいた方がいいと思います。例えばせっかくね、あの食品衛生法違反のまあことを理由に一本でさ、任務形態で責任追及しようと思ったんだけど、その主張が裁判所に認めてもらえなかったときはさ、やっぱそこのところで隠蔽したことに関してやっぱり言っとけばよかったってことになっちゃうから、だからやっぱりこう複数問題があるようなことが問題文に出てきたときは、そこはちゃんと全部ね、複数あの指摘してあげるといいと思うんですよね。ですので今回は まず食品衛生法に違反している行為をやってしまったということ自体がまずこれ会社アナーティにする法令に違反しているということで、まあ、任務形態になると思いますし、同時にやっぱ隠蔽するとかその他いろいろちょっと不適切な、ね、やっぱ対応をしてますので、その辺のところを捉えてね、全館注意義務とかその忠実義務にまあ違反するんだという形のことを言ってもらえれば、まあ、いいんじゃないかと思いますね。であとはね、ほらさっき論証令、まあ、もう忘れちゃったと思うんだけど、まあ、一応役員とのが、まあ、任務形態してね、で会社に損害発生して、いやで任務形態一応ね、あのその規則事由要求しますけどね、それとはまあ因果関係、ってところになるんですけど、まあ、そこをまあ見てもらえればいいと思うんですよ。ちなみにどうでしょう、まあ、役員等に当たりますね。取締役ですから、まあ、役員等に当たりますね。で任務形態今言った通り当たりますよね。で規則事由なんですけども、まあ、当然これ本人ほらこれ分かってやってますから、そのね、任務形態行為を続けるような客観的な事実を本人分かってやってますから、行為による規則事由があるんですよ、これ完全にね。だから長書かなくていいですね。故意による規則事由ありますからね、本人認識してやってますからね。それと最後は因果関係ですけれども、まあ、本件の事案この B さんについては因果関係特にそんなに難しくなさそうですよね。これだって隠蔽さえしなければこんなマスコミに公表されて信用を落としてこんな会社に損害生じなかったわけですから、まあ、そこのところの因果関係も認められやすいんじゃないかと思います。というわけで一応先ほどのね、4231項の要件全部まあ満たすと思いますので、まあ、B についてはね、任務形態責任が認められると、まあ、会社に対する損害賠償責任、事実4記載のね、損害賠償責任を負うんだということになってくるということですね。今度 B さんはどうですか。この代表取締役ですね、今度 A さんですね、A さんの方どうでしょう。代表取締役で今回は、まあ、一応その会社にあったリスク管理体制がありますので、そこをまあ運用、まあ、していくということになってくると思うんですよ。でそこで運用義務の内容を確認していきましょう。これね、実際司法試験で出てるんですよね。運用義務結構検討させるような問題が出てたんですけど、これだからちゃんとね、ある程度理解してないとあの論文で書けないんで、ちょっと11ページ戻ってもらえます。これ今ちょっとこう理解してね、今限りでちょっと覚えてもらって、でこれでちょっとさっきの事案考えてもらいたいんですよ。一応だからちゃんとしたね、その会社にあったあの体制ができていることを前提にね、だから構築義務ではちゃんと、まあ、尽くされていると、まあ、実際義務ではないんですけどね、まあ、あの大会社じゃないから義務ではないんですけど、ちゃんとした、まあ、その体制が構築されているんであれば、まあ、一応それはほら会社法上の権限に従って作っているものだから運用する義務が生ずるでしょって、まあ、ちょっと現場思考でまあやるんですけどね。でそういう時に運用義務が生ずるとした場合、その運用義務の内容については、はい、ここです。でこれほらさっきなんで
でこういう義務が出るかって私ちょっとちらっとね話しましたけど、取締役というのはやっぱり会社の、まあ、経営に、ね、専念して、その役割を果たしてくれた方が最終的には会社の所有者である株主の、まあ、ためになるわけなんですよ。だから何かちょっと怪しいようなことがあった時でも一応きちんとした体制が会社にあるんであれば、従業員一人一人をねこう目配っていくようなところはまあ必要がないと、ある程度そこは信用していいっていうところがまあ出てくるわけなんですよね。でそういう趣旨でこの運用義務っていうのが、まあ、内容がね決まってくるんですが、それを見てください。運用義務の内容については、取締役は相当な内容の内部統制システムが外形的に問題なく機能している場合はですね、あえて疑念を差し挟むような特段の事情がない限り他の役職員の報告通りに業務が遂行されているものと信頼することが許容され、で信頼に基づき他の役職員の職務遂行の内容を確認しなかったとしても、で今回ほら確認してないでしょ、なんか怪しい受け答えしたけどそれ以上こう詰めることしませんでしたよね、というわけで、確認しなかったとしても運用義務違反は認められないということになってきます。ただ気をつけてくださいね、これ、確認しなくても許されるのはこの2行目、今ね読んだところの2行目、あえて疑念を差し挟むような特段の事情がない限りですからね。で逆には特段の事情があるときはちゃんと確認しなければいけないと、でそれきちんと確認しないとね、それは全館注意義務違反の任務形態になっちゃうんだということになってきますね。で今回どうでしょう、この疑念を差し、要は一応ちゃんとねシステムが機能して、まあ、運用されてるってことを前提に、まあ、見ていったときにこの疑念を差し挟むような事情があったかどうかちょっと問題も見てみましょう。はい、18ページです。18ページの最後の段落になりますね。一方でっていうところです。一方で、ね、18ページの一番最後の段落、一方で代表取締役である A は B の不審な動きに気づき、だからこの時点でまあもう疑念差し挟むべき特段の事情があるから確認しないといけないということになると思うんだけどね、まあ、何かしらの問題が起きていることを察知したものの、一応だから確認してるんですよ、ちゃんとほら B に何か問題でもあったのか問いかけてますから、まあ、疑念差し挟む特段の事情があったからちゃんと確認してるんです。ですが、B が判然とした受け答えをしなかったにもかかわらず B との接触が確認された従業員に直接報告を求めたりね、独自に調査を始めたりするといった手段を講ずることなくこれを放置したと。これだから要はちゃんと確認義務を尽くしたかどうかって話なんだけど、まあ、多分これ確認は義務尽くしてないと思いますよね、まあ、疑念が生じた以上は当然その疑念解消できるだけのことを、ね、しなければ、まあ、その確認の義務を尽くされたとは普通は言えないと思いますのでね、まあ、これだと確認義務を尽くしてないということで、まあ、これは結局だから運用義務違反で任務形態があってね、あるってことになってくると思います。さてで問題はね、また結局これで運用義務違反があったからってすぐに423の要件全部満たすわけじゃないから、一応まあ頭の中でね考えてもらいたいんですけど、役員等にはまず当たりますよね。これ、代表取締役、まず取締役の立場を持ってますから役員等に当たります。そして今言った通り運用義務自体がその任務形態になりますよね。あとは残りの要件でその奇跡自由っていうところなんだけど、そのちゃんと確認してないっていうさことを基礎づける事実を本人認識してますから、まあ、故意があるんですよ。だから故意による奇跡自由ね、まあ、仮に故意がなかったとしても、まあ、不注意があると思うから少なくとも過失があるんだけど、でもこれ明確にその自分が確認し、要は自分のやってる行動を客観的に認識してますからね。だから結果的には確認義務違反の事実を基礎づけること全部分かってますから、まあ、故意による奇跡自由があるんだと思います。そして今度はその任務形態と会社の損害発生との間の因果関係なんですけど、仮にここで確認義務を尽くしていたとしたら、さっきのね事実4、記載の要は従業員にマスコミに発表されて会社の信頼を落として、それで、事実4記載の損害が発生したかどうかって話なんですけど、仮にここで確認義務を尽くしていたらどうだと思います？っていうと、まあ、ここでおそらくねその B がなんかそういう食品衛生法違反のことをやってるんだってことが、まあ、ちゃんと確認できればね、そこをすぐにやめさせて、で今後の会社の信用をねこれ以上落とさないようにするためにまあ公表するなど、まあ、いろいろとそのそれなりの立場で義務を、代表者の立場でね、義務を尽くすことができたんだと思うんですよね。まあ、そういうところから考えていくと、まあ、この確認義務違反とその事実4記載の会社の損害発生との間の、まあ、因果関係が認められるんじゃないかと、まあ、とにかくねこの、特に自分で直接悪いことをやってない人の任務形態責任を考えるときは因果関係のところ特にねちょっと気をつけておいてくださいね。本当に因果関係があるかどうかって怪しいんですよ。本当に直で悪いことをやってる人以外の任務形態責任に関してはね、まあそこのところは気をつけるようにしておいてください。さてで今度最後 C ですね、これが19ページのところですけれども、取締役 C は19ページの一番上ですね、取締役 C は後者の代表取締役以外の取締役でありまして、開発部門を、ね、担当していると。で C はねでさっき言ったのこの会社はねやっぱこういろんなね現地の味再現して消費者から支持を得てるってそれで利益を上げてる会社だから、まあ、新商品開発のためにね日本人の口に合う未知の料理を探し求めて長期に海外出張中だったと。で今回そのうまくねその
運用義務が尽くされてきちんとその情報伝達がされていれば、まあ、この人もまあ気づいてですね、それで、気づいた以上はね、まあ、会社の信用をこれ以上下げないようにするためにちゃんと事実をまあ公表しましょうとかいろいろ言ってね、なんとか会社に損害発生されないようにできたとは思うんですけれども、そもそもその前提として、任務形態があったのかどうかと、今ちょっと先に因果関係のね、関係する話をしちゃったけど、そもそもこの人にねその任務形態があるのかどうかって話が問題になりますよね。で任務形態がなければもう当たり前だけど因果関係のことなんか問題にしなくていいわけだから、まあ、そもそも任務形態があるのかって話になってきます。でこの点まずね2つ構成今日やった知識でどうですか、何かこう何が思いつきますかね、今日やった知識を生かしてやると。でこういう直接自分が関わってないことに関して責任を負わされられるね、法律上の根拠としては今日やったもの2つありまして、1つが、その監視義務ですね。あともう1つがその運用義務違反で、それで責任を負う時もあるんですけど、まあ、そういうところがあるんだと思います。でこういう事案だとねまず監視義務の方すぐ行くんじゃないかと思うんだけど、ただ同時にやっぱりこういう監視リスク管理体制がきちんとまあできているようなところであればそこは信用していいと思うんですよ ね、 そのね特段疑念を差し挟むようなまあ事情がなければそこを信用していいと、じゃないとねその安心して要はその取締役に経営専念させるためにそういうリスク管理体制作ってるわけですからね、株主のために、会社の所有者で株主のためにリスク管理体制作ってるわけですから、まあ、そういうものがきちんと、まあ機能している限りそこを信頼して、会社の、ね、取締役の方には、ちゃんと経営の方に専念してもらって、しっかりと利益を上げてくれた方がですね、最終的にはその会社の所有者である株主のために、まあ、なるわけなんですよ。なのでそこのところをまあ整理してなんかね法律構成して任務形態の判断をしてもらえればと思うんですよね。でそういう点で考えた時にさ、まず監視義務違反っていう点は一般的には問題になるんですけど、やっぱりこういうちゃんとした制度ができている以上ね、やっぱり疑念を差し挟むような余地がないような時にですね、そこで監視義務違反ってことになっちゃうとせっかくその体制作ってねその経理専念させようとしているのにそれができなくなってしまいますから、まあ、この点のところはやっぱりこうね体制がある以上そちらの方の運用義務の方をちょっとこう中心に最後は持ってくるといいんじゃないでしょうか。だから一言監視義務違反があるというのを触れるんだけど、その後ね、まあ、こういう体制があるような時は結局はその運用義務、ね、の違反があった時について、しか責任を負わないんだっていうようなふうに流してもらえればと思いますね。でそんな感じで運用義務の場合ほらさっき の、 代表者の方と同じなんだけど、あえて疑念を差し挟むような特段の事情がない限り確認義務が生じないんですよ。で C の立場で見た時にあえて疑念を差し挟むような事情があったかなかったか、はいどちらですかっていうと、おそらくなかったっていうふうに事実認定する方が素直なんだと思うんですよね。会社のために別に遊びに行ってね、なんか海外でバカンスを楽しんだとかそういうんじゃなくて、会社のためにですね、まあこうやってね、海外出張はしている中で、それでまあうまく情報伝達機能がね、こう果たされなくてね、それで知ることができなかったわけですから、まあこれであればね、そのあえて疑念を差し挟むような特段の事情がなかったんだということで、確認義務が生じないと。で、この人確認してないですけど、まあもともと確認義務がないわけですから、そのためにですね、その任務形態責任の要件の一つである任務形態がないという形でやるのはいかがでしょうか。ここだから皆さん次第ですよ、まあ、これでもなんかもう頑張ってね、なんかもう株主のためだってことでね、まあ、任務形態構成して、まあ、やるのもまあ手ですけどね、まあ、そこのところはどうなのかって話ですね、まあ、このところはまあ皆さんにお任せしたいと思いますけどね、まあ、私は個人的には、まあ、C さんちょっと任務形態厳しいんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね、まあ、皆さんそれぞれいろんな考え方を持ってると思いますのでね、まあ、論文試験ってのはね答えを決めた時点でもそんなことは絶対ありえないはずなんでね、まあ、いろんな結論ってありますので、まあ、自分で基本知識のところから考えてもらえればと思います。じゃあちょっと私の、数日前にね、大体私はいつもねレジュメをねこの講義の前の日に作るんだけど、ちょっと今ちょうどちょっと別の講座が忙しくてね前の日に作れなかったから3日ぐらい前に作ったんですよ。なんでちょっとこれを見ていきましょう。まあ、頭の中ねコロ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 変わりますから、今私が喋ったことは今思ったことを喋ったのね。でこれは私が3日前に、まあ、4日前だったからすみませんちょっと忘れたけどね、3日か4日前にね思ってたことなんだけど、まあ、ちょっと見ていきましょう。何が書いてあるかな、ちょっとね忘れちゃってるところもありますけど、まあ、一応私の回答例見ていきます。まあ、22ページですね。はい、縦1、まあ、ここね損害簡単にするために問題文にあえてああいうふうにちょっと書いたんでね、事実4の後者に発生した損害につき、まあ、実際こんな甘い問題出ないから損害ちゃんとね確定していかなければいけませんけど、今回はちょっと簡単にね、事実4の後者に発生した損害につき4231項に基づくね A らの会社に対する損害賠償責任が認められるためには、はい、ここでさっきの論証例要件つけておきます。役員等の任務形態、丸2奇跡事由ね、それから丸3会社の損害発生、そして丸4ね、任務形態と会社の損害発生たらの因果関係が認められることが必要となると。でこれから一人一人、まあ、見ていきます。縦に B の責任ですね。でまず役でね、このいちいちさこう B が役員等に当たるかが問題となるってやっちゃったら絶対まずいじゃないですか。この問題明らかに役員に当たるんだからね。だからここはもう前提こうやって軽く流すのがテクニックですよ。こうやってねまず役員等に当たる、だもうちょっと丁寧に言うとあれだね、取締役としてって書けばもっと丁寧だったかもしれないね。
まあ、B さん代表取締役だけど、一応ほら取締役の立場を持って代表取締役になってるから、ここにまずの前に取締役としてって一言ね、代表取締役ですけど、まあ、取締役の地位が前提になってるから、取締役としてって入れると、あれか、丁寧なのか、取締役として、役員等にあたる B に任務形態があるかを検討するってやるとね、いちいちあの B が役員等にあたるかが問題なのか、そんなことやらないで済むからね、まあ、こういう問題になんないとからさらっとやっていくことになってきます。ちなみにね、こういう時に役員等に当たるかが問題となるって問題提起しなければいけないのは、事実上の取締りの事案ね。実際にはこう株主総会で選任されていないんだけどね、まあ事実上その会社の主催者みたいに行動しちゃってるような人の時は、まあ、その人がこの条文の、ね、責任主体である役員等に当たるのかどうかっていうのがまあ問題になってきますね。でも今回そういう事案じゃないから、こうやってさらっと流していきます。でその後ね、で任務形態とはね、取締役がなすべき義務を怠ったことを言い、これには全館注意義務、忠実義務という一般的な注意義務違反のほかに、で今回ほら取締役を名当て人とする個別法の規定の違反がなかったじゃないですか。だから一時無駄なことは書かないんで、ここでね、でも書いちゃったか、取締役が会社、でもあれでね、一応一言でまとめてありますね。取締役が会社を名当て人とする義務規定を違反することも含むと考えるって形ね。だからさっきの類型からの1、2、3をちょっとこうまとめて書いてあるんですよ。ただまあ実際取締役の名当て人の法令が出ないから、まあ、別にこう書かなくてもまあよかったかもしれないんですけどね、どうせ当てはめで使わないんですけどね、まあ、そんな感じのところで、こんな感じでまとめてまいります。さてこの後 E のところですね、B は品質管理を含めた製造販売部門の業務を執行する取締役としてね、検査の結果、それから、公社で製造している食品に食品衛生法上ね、日本で使用が認められない添加物が含まれている事実を知ったのであれば、まあ、その旨をね、会社に報告した上で直ちに、そのね、添加物の使用を停止し、すでにね、食品を購入した消費者に対して適切な措置を講ずる義務をね、でまず食品衛生法違反だけではなくて、このね、全館注意義務ね、こっちはやってます、まあ、全館注意義務として追っていると言えるんだというところですね。というわけでね、ここのところです。でこの後、公が前期事実を公表し、消費者の信頼の回復を進めた方がね、中長期的に公社の損失が少なくなると考えたにもかかわらず、最終的にはね、自ら責任問題に発展しかねないことを危惧して、その事実を隠蔽してね、販売が継続される状況を作り出したことは、そのさっきのね、全館注意義務、これ違反だね、全館注意義務しか書いてないけど、全館注意義務違反の任務形態にあたるし、食品衛生法というね、会社を名当て人とした法令に違反する行為をしていること自体もね、まあ、任務形態になるんだということですね。で B はこの事実を認識しているので、まあ、故意による奇跡事由も認められるって感じですね。こんな感じでやってます。であと次ですね、括弧2のところですけども、その B がね、上記任務を怠ったことで、その後公社の従業員の前期事実をね、マスコミに公表され、で事実4記載の損害が公社に発生しているためね、B の任務形態と公社の損害発生との間に因果関係が認められると、まあ、一番悪いことをやった人の場合はね、あんまりこう因果関係のところは簡単に書いておくことが多いと思いますけどね、まあ、こんな感じのところでやってます。さてで今度次ですね、A の責任ですね、これ代表者です。縦3括弧1のあのところですね、後者の代表取締役である A は直接に隠蔽行為を行ったわけではない、あ、そうか、勘違いしちゃったか、 B って代表者じゃなかったですね、さっきなんか B が代表者みたいなこと言っちゃったけど、B はすいません、普通に取締役で OK でしたね、 A が代表者です。括弧1は後者の代表取締役である A は直接に隠蔽行為を行ったわけじゃないです、でもしかしね、不審な行動を認識しないという事情があるためね、まあ、に向けであるかとちょっと検討していきます。で E のところですけども、あれ、これ A と B が混ざっちゃってんな、代取りは A ですよね、だからこれ B に任務形態があるかじゃなくて、これすいませんね、ここ A と B が混ざっちゃってるけど、このあのところ全部 A ですね、 A に任務形態が、ね、あるかをまあ検討します。でこの後 E のところですね、でここでさっきのね、大会社じゃないんだけど一応適切な内容のね、そのリスク管理体制をまあ構築、法令に従ってね、まあ従って、まあ、作ってる以上はね、やっぱそれに運用していく義務があるだろうというところを書いていきます。はい、E のところです。でここがちょっと現場思考的なところですね。まあ、このところです。公社は特に食品会社であることから品質管理に、ね、重点を置き、検査の精密化、問題の発生時に対応マニュアル策定、情報伝達の経路等を細かく、ね、定められた全社的なリスク管理体制を整備していると。でこれは公社の事業内容から、これ自分でちょっと評価しますけどね、合理的な内容のリスク管理体制と言えると。で公社は大会社ではないため、リスク管理体制を構築する義務はないですが、362条5項3条ただ362条4項6号ね、これ別に大会社じゃなくても決定権限持ってますのでね、362条4項6号を根拠に取締役会の権限で合理的な内容のリスク管理体制が構築されている場合はね、取締役は相当な内容の内部統制システムが外局で、ここは運用義務の話です。要はね、法令の権限でまあ作って、ちゃんとしたものを作ってる以上はね、まあ、運用義務をまあ負うでしょう、全館事務の一内容として運用義務を負うでしょうってことね、でここが現場思考ですね、
今回のねつなぎのところね、大会社じゃない事案では例えばこうやって処理するのはいかがでしょうかっていう、まあ皆さんへの提示ですよ。であとは皆さんこれでいいかどうか自分で最後考えてくださいね。一応試しに考え方の一つということでね、理解しておいてもらえばと思います。で、すみません、もう一回ね、今の、23ページの2行目あたりですけど、2行目あたりですが、構築されている場合にはね、取締役が相当内容の内部統制システムが外形的に問題なく機能している場合は、あえて疑念を差し挟むような特段じゃない限りね、他の役職員が報告通り業務遂行されているものと信頼することが強要されね、確認しなかったとしても全館事業の任務形態はないんですよって話ね。でこの後最も、違反行為の端緒を認識した場合は、まあ、適切に対処すべき義務は負うのは当然、まあ、別にこの最も以下のところを使わなくても、あのその上のところのほら確認っていう言葉使ってね、まあ、確認義務があるんだってこと、疑念発射様のような特段事情があったら、まあ逆に言えばね、確認義務があるんだってことぐらい、あの書いてくれてもいいですけどね、まあ、ここはいろんな書き方ができると思いますね。でこの後 うのところですが、本文を見ると、代表取締役 A は取締役である B の行動を不審に思いね、直接問いただしたものの合理的な説明を受けられなかった事実があることからね、まあ、前期疑念差し挟むような特段事情があるとにもかかわらず、B と接触した従業員から事情を聴取するなどね、独自に調査することなく万全これを放置し適切に対処しなかったためね、任務形態があると言えるということね、で A はその調査の不履行の事実をね、まあ、客観的に自分がやってることをあの認識してますので、まあ、故意による奇跡事由があるということね、別にあの過失でもいいですけどね、なんか不注意であのこう任務形態やったってことであの過失でもいいですけど、まあ、私はちょっと故意が今回あるんじゃないかなというふうに思いました。でこの後括弧2のところです、A が独自に調査をしていれば食品衛生法違反の事実を認識し後者に事実上の損害が発生することはなかったと言えるため、ちょっとここ雑だったかもしれないね、まあ調査をしてで不正が発覚したのであればね、将来の会社の信頼を落とさないためにその事実を早期に公表をしたと言えるためとか、なんかねもうちょっとこう丁寧にあの書いてた方がよかったかもしれませんけどね、まあ、そんな感じのところで、まあ、この因果関係もこう、ね、肯定されるということです。そして括弧3、以上よりね、423要件全部満たすってことで、A は後者に対し事実上の損害に次損害賠償責任を負うってことですね。まあ、こうやってみるとね、4日前に作った答案やっぱ出来があのやっぱその時その時の目で見るとやっぱいろいろ文句をね、あの自分の作った答案にてでさえね、やっぱいろいろ文句を言いたくなるんで、まあ受験生やっぱ答案自分であの何回も書くのって大事ですよね。まあ本当にこう大事な問題ね、過去問とかをこう何回も書いてこうブラッシュアップをしていくというような感じね。4日前に書いた答案でさえこのもうあれはもういくらでも文句をつけようと思えばつけられるような感じですからね。もう本当に自分で書いたのが信じられないような答案になってますけども、まあ、そんな感じのところであります。さてで今度縦4のところですね、 C の責任というところいきましょう。括弧1、でまずね、任務形態が認められるかを検討する。で一応あの監視義務の話一言触れてですね、でもたまこういうね構築が体制が構築されてるときはね、まあ、運用義務違反のところを見ていくんだっていう流れでやってもらえればいいと思うんですよね。で私これパッと見て失敗したと思ったのは、結局ほら監視義務違反で普通にあの事例処理するわけじゃないから、こんなに長く書かなくてもよかったと。あのこれさっきの基本的なところは貼り付けちゃってるから、こんなに長く書かずさらっと流してその運用義務違反の方をねちゃんと書けばよかったなっていうふうにあの思いますね。でこの書き方しちゃうとさ、監視義務違反がすごくあのこの事例で大事みたいに思えちゃうじゃないですか。でもまあそうじゃなくて、私はもうこのね、ちゃんとしたシステムが構築されてるんであれば、まあ、やっぱり運用義務の方を中心にまあ見るべきだっていうふうに思うので、今ね思うので、そこのところをこうね、あのこういうふうに私が頭の中で思ってるんですっていうことが伝わりやすいようなね、ちょっとこう分量にしとけばよかったと思います。だからまあ逆に言うとさ、皆さん気をつけてほしいのは、大事じゃないことを長々書くと、あのまあ出題あの採点者の方に皆さんが考えていることの意図が伝わりづらいくなってしまうんですよ。で覚えたことを学んきたことをこう吐き出そうするとね、そこのところがなんか長いとさ、この人はここのところ重要だと思って書いてるのかなって思われちゃうんだけどね、まあ、そんな感じでちょっと気をつけていてください。で一応ねここ括弧1のところ、まあ要はまず主語が取締役会から始まりますけどね、まあ、取締役会っていうのはね、取締役の職務執行を監督する義務があるんだということで、取締役会を構成する各取締役はね、その取締役会に上程された事項だけじゃなくて、代表取締役の業務執行一般監視ね必要があれば、その役会自ら招集し、あるいは招集することを求めてね、役会通じて業務執行を適正に行われるようにする義務があるんですよと。でこれが全会長義務の一内容になると。ただ最もね、だからもうこんなとこさらっと 1,2 行でもう書いちゃってさ、もう下手すりゃ取締役会から始めないでさ、もうあの各取締役はこの取締役の業務執行に関して監視義務を負うぐらいの1行ぐらいで片付けてね、でこれで最もでよかったと思いますね。で最も、前述通りね、合理的な内容の利益管理体制が構築されているためね、C に全会長義務違反の任務形態が認められるかは前期3括弧1位と同様の基準で判断するってことね。ここちょっと説得力がないですね。まあ、結局その会社にあったその、体制が構築されているんであれば、まあ、取締役としてはね、それを信頼して、本来のその経営の方に専念した方が会社のためになる。だからそういうね運用を義務が、こういう体制、システムができているときは、さっきの、ね、運用義務ような内運用義務であの指摘したような内容の義務しか負わないんだって形で書くと、もうちょっとこう説得的になったかもしれませんね。
そして今度括弧に、本文を見ると、でこれはまあさっきの 運用義務のところですけど、こちらの人はあの疑念差し挟む特段の事情がなかったから結局あの確認義務が、ねまあ、なかったんだって話になると思うんですけど、本文を見ると、ね、取締役 C は長期海外出張中であり、情報が定められたり通関に対して従い伝達されなかったことから、ね、取締役 B の隠蔽行為についてあえて疑念差し挟むような特段状がなかったと言えるということね。したがって B には、ね、監視義務違反の任務けではないという形でやってありますね。まあ、こんな感じのところです。まあ、自分もまあ思いますけどね、答案で書くたびにやっぱりいろいろ思うところがまあありましてね、まあ、同じような問題でも何回もこう書くことによって、ね、知識が正確になっていったりとか書き方が上手くなっていったりとかするところがありますので、まあ、ぜひ、ねまあ、皆さんも今後こう論文の力をつけるためにですね、まあ、結構こう、ね、過去問とかをまあ中心にこう答案なんか書き続けていってもらって、で、まあ、自分の、ね、一回書いた答案をまあ復習の際にこう何か悪いところがないかどうかというのを確認しなんかしてもらっていくとね、結構どんどんいい答案が書けるようになってくると思うんですよね。まあ、私もあの結構ゼミでね、あの一緒に受験生と一緒にあの同じ机のところでこうもう答案書いてるんですけど、やっぱりこうなんか毎回書くたびにね、まあいろいろ失敗をしたり、あるいはまあいいその時間が限られてるからこそいい表現ができたりとかね、追い詰められてる時にしかできないような表現というのがやっぱあるんですよ。時間がないからこそね、あのこうまとまった表現というのもできますけどね。まあ、そんな感じであの、まあ、だんだん徐々に皆さんのも時間なんか測って答案なんか書いてもらえるとね、まあいいんじゃないかと思いますね。じゃあそれで今回のね講義は終わりに出します。また別の機会でお会いしましょう。